いや、なんかちょっと楽しみだね、今日もね。先週さ、じじいさんが来てね、はい、もう楽しかったですけど、はい、今週はまたちょっとガラッと変わって、ね、ただ、面白日とかまた来ますからね。しかも、うん、小川さんは、ちょっと、深夜おでんっていうね。深夜おでんっていう、二人の YouTube。大好きだもんね。ちょっとから、今日テンション上がってますもんね、YouTube ラジオ。ね、深夜おでん。そうですね。ありがたいですね。うん。ちょっと ご本人登場だからって聞いてみよう。さあ、一体誰かというと、その二人は天才ピアニストでございます。本人はね、楽しみでございます。参りましょう。水曜作、山里亮太の不毛な議論。どうも皆さん、こんばんは。南海キャンディーズ、山里亮太でございます。小川さんがね、ですね、いや、ちょっと自分のね、まあ、権限を使って、あの、その YouTube ラジオのね、深夜おでんのタイトルコール後でもらえるかなっていうのを、田中 D とずっと相談してましたけどもね、ダメです。ダメなんですか？それはもう、あの、このご時世はダメですよ。それパワーですよ、それは。それはもう、パワーですよ、それでも。うん。探求ハラスメント、探求ハラスメント、単ハラです。セパさんが、セパちゃん、うん、さっきのサムサムサムちゃん、なんで深夜おでんなんだろうねって言ってましたけど、練ってるんじゃないか。練り物で、だからもう深夜に、はい、ね、練り物、はい、じゃあセパちゃん、こんにゃくはどうするのって言ったら、こんにゃくもでも芋をね、もう練るからね、そうね、結局、はい、なんで、大根は、土の中で、いろんなものを吸収して育ってるから、万物そうならない。うん、ちょっと小川さん受注にハマったのか、それも聞かなきゃいけないね。天才ピアニスト。いや、楽しみですよ、本当に。ザ・ダブルね、女王としてもね、まあ2022か、あの時もそうだったけど、ちょっとね、でも、いや、俺ね、言ってもね、単独ライブで、ね、俺なんかね、コンビで20年やって2回っていう中で。ね、もうむちゃくちゃストイックに単独をやり続けてるっていうこと、ね、まあ、その天才ピアニストの、うん、そこら辺の話も聞きたいじゃん。それどうやったらそんな風に憧れちゃうおじさんって、ね、結構ご一緒してるんですか、うん、大阪とか。大阪で何回か一緒になったりとか、うん、でもあとは大阪の行動やないですね、来てくれたりとかしてて、うん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 、だから今日はでも竹内ちゃんがね、あのミスチルの話では止まらなくなるから、あ、だからあのミスチルの話だけ気をつけてね、うん、それを言うと本当に、はい、止まらないから、あの、いい、今日は別に、まあ、俺でも会ってほしいんだけど、ね、いつかね、ああ、うん、だから言っても多分感覚的に言うと、はい、タモリさんが吉永小百合さんに会ったらいいと思いめるって言ってたのに、多分近いぐらい確かね、ミスチルのことが好きだと思うのよ、うん、ね、だからそうだからちょっとね、まだ会えてないのと、それの確認なんかもしたいですし、いろいろ来てくるのもね、後ほどお楽しみにということなんですけども、さあ、その南海キャンディーズでね、今朝デイデイにね、うちの相方が来ましてね、で、ま、番宣でね、ZIP から出てて、うちの相方が生放送で、でね、多分生放送で俺相方と出るのってしか思ってなくて、天の声の見守りをしてあれまだ守んなきゃいけないんだけど、守ってだそう、見守りをしてた時にまあ多分相方が来てってあったかもしれない、それも記憶定かじゃないんだけど、生放送朝で一緒に出るのって本当何十年ぶりとかなのかなぐらいの出番だったと思うんだけど、まあ、今日あの元々相談されてて、相方さんが番組のね番宣のジャックで来るんですけどもいいですかみたいな感じで、もういいよそんな全然、あの僕はね昔しずちゃんがあのドラマ出てる時に NG 食らったことありますけど、共演 NG 食らった僕はいいですよっていうちゃんとね指しといてね、そう、あの子あの武田鉄矢さんとねドラマやっててね、夫婦道ってやつドラマやってて、そう、その時に、うん、あの一回ね、あの俺そのドラマなんか一話だけゲストみたいな来た時に、うんうん、急に亡くなった時あって、そう、うん、あの出演者から共演 NG 出てますって、で誰ですかそれって言ったら相方だったっていうね、びっくりしたんだから、うん、理由なんだと思う、集中できないうるせえよって言って、本当に冗談じゃねえ、やっと出たらストーカー役だってくれ、うん、あのエレベーターに乗ってきてさ、ストーカーが乗ってきちゃってどうなるかなって言ってね、そのワンシーンよ、誤解をしてくださいっていうだけ、たったセリフ一言、うん、それで誤解をしてくださいって俺のセリフで、うん、テイク15言ってるから、ね、緊張しちゃって、うん、武田鉄矢さんがいて緊張しちゃって、うんうん、バカチンって言われそうだったもん、このバカチンがってね、そんなんねあったけど俺はもう全然いいですよなんて言ってね、でただそしたらあの
演出の人がすごくお笑い大好きなの、うんうんうん、あの、ザ・W とかでね、俺をこう起用してくださった方なんだけど、あの、その総演出の方が、うん、せっかくしずちゃんが来てそのんだったら、ちょっとなんか人仕掛けやりたいですなんて言って、うんうん、ちょっとオープニング、で、ちょっとこう、今、普段は女性アナウンサーが立ってるうちに、おしずが立ってて、で、もうすぐね、あの、じゃあ、しずちゃんまだ早いよみたいな、ね、どうですかなんて言って、ああ、全然。そういいんですか逆になんて言って今日やってさ、でもジップからさ、なんかやってるわけ、ジップからも出てるの見てるわけやってるね。でなんかこうジップでラッピング特集みたいなやつやっててさ、ね、なんかこうもうじきバレンタインデーでプレゼントとかこうその人に合ったキャラクターに合ったこうラッピングがすると喜ばれますよ、なんかちょっとこうなんていうの、あの優しい人だったらふわふわっとしたねスポンジなんかなんていうの、白い綿みたいに入れてそこに真ん中にポッと置くとなんかこうその人メッセージがより伝わるんですよみたいな。で、ミトちゃんがね、あのしずちゃんにね、何かこうプレゼントだけあげるときに参考になりました、あなりましたっつってね、じゃあちょっと今度山ちゃんにプレゼントあげるときはっつって、あの中にゴミくずを入れますっていうひどいこと言ってなさね、したらあのミトちゃんがね、そんなの良くないですよって、ね、言ってくれるかと思ったら、あでもね周りのラッピングさえ綺麗にすればって言って隠蔽工作を手伝ってくる。やっぱね天才ではあるけども、やっぱこの子やっぱ漫才できないだけあるな。やっぱしおしずと漫才できたなったもんね、やっぱミドちゃん。漫才チャンス。漫才チャンスだったけど、あそこはちゃんと突っ込んでね、ミドちゃん。ダメでしょ、そんな失礼でしょ。デカブツがっつって。このデクノボっつってね。なるほど。突っ込みチャンスを。突っ込みチャンスだ。この何考えてるの、このデカノボっつって。どんだけ汚いこと言ってんだよっつって。漫才になったのに、そうでこうあの眉間あたりにジップのねロゴの Z の角をね眉間にグーンと刺して、ね、このデカの方が失礼なこと山沢さんにやってくらい言わなきゃいけないのに、ね、でもまあラッピングで隠せばいけるかもしれませんねなんて言っててさ、で相方もそのねミトちゃんのフォローに対してドゥヘーって言うだけでね、これは心配だなと思って、まだ脳が寝てやがんなと思って、でうちのとこ来てね、こう目を覚まさせてやけないいけないと思って、で一応ね打ち合わせはね言ったらねおはようございますって言ってね、うん、でおいおいしずちゃん、うん、なんでいんのよってなって、はい、しずちゃんがいや今日私が代わりにやんねんみたいなこと言うって台本なんですけど、もうなんか頭きたからもう、うん、突っ込むのやめようと思ってね生で、うん、さあということでね今日は、黒田アナウンサーがでね、そう川で穴に来ていただいてますって川でさんがこう言うみたいな、うん、ですお願いしますって言ったんですね、あの女さ突っ込んでくるのかと思って、そうよ本当になんかね、もしくはね乗り突っ込むよねとかさ、いろいろあるの20年でやっちゃってコンビ組んでね、したらどうだったと思う、はっきりとあわあわって言ったんですあわあわあわもうやんでおいみたいなのってさ、武田さんが背中ね、武田さんがさこう拝むように大丈夫ですかって聞いてました、恥ずかしい、大丈夫ですかね、意識失いかけてんだから武田さんからすりゃ大丈夫ですかね、さあというわけでじゃなくてさ、帰らせるのもやめようというのとどめてたらさ、もうみたいになってるからさ、ちょっくりもう逆に天秤に来ようのは恥ずかしいよ俺でさ一回はけてくれとね、で避けたとね、一回 CM の時にねちょっと頼むよおしずとね、で南海キャンディーズでねやってんだからっつってさあそこ見せてこうよ俺たちも、であの小島さんが優しいからさ、アンジャッシュの小島さんがいらっしゃってさ、いやコンビでね出るときってなんかこう自分のフィールドにこんな相方が入ってくるときなんかその照れた感じ出ちゃうよねなんて言ってさ、優しくフォローしてくれるんだよさすがね、まあ、相方のフォロー上手だなと思いながら、ね、うん、とんでもないフォローした方だからさ、あのねあの悪い物件をやっぱ人が住めるまでしたわけだからまあまあ、うん、さすがだなと思ってさ、やってさ頼むよ本番はって言って、おーごめんみたいなって言ってさ、で本番ね、本番エンタメコーナーでまた帰ってきてね、今ちょっと腹立ったな、衣装チェンジしてるのちょっと腹立ったオープニングからオープニングからなんで2パターンやってんだよって、まあまあまあ、ちょっと腹立ったけどさ戻ってきてやっててね、クイズね、クイズのコーナーに来たからね、藤原紀香様のクイズだったんですよ、紀香様はね、紀香様ケニアに行った時にね、それケニアで驚きの行動が、それなんだっていう問題だったのよ、
で問題としてはね、正解はあのあケニアでねキリンに会った時に驚きの行動を取ったんですって、何でしょうかって問題だったね。で何回キャンディーズの2人にクイズするなんてなってね、で言ってさ、俺はもう本当にあのまあ相方の前のねちょ、まあ、前菜ジョーカーですから、ね、私はなあの どちらが川島さんでどちらが田村さんですかって喋りかけたんじゃないですかみたいなことちょっと、まあ、言ったら偏差値で言うと48ぐらいのあのポップステップですよね、そうそう繋げるやつ本当に、まあね、一歩一歩でもうバントね、でルイ出そうと思ってでした相方が任せとけみたいな顔してで言ってね、パスを出したら朝の番組よで藤川のりかさんが何て言ったんでしょうかだよ、うんね、私もね、じゃあおしず何よって言ったら正解はあのキリンさんみたいに私ものぐそがしたいって言ったって朝からのぐそ20年、ね、何やってたんだってうちらはうんこにそう本当に情けの試合終わった瞬間に、うん、情けないと俺のボケも弱かったけどもね、うん、朝のね情報を届ける番組でノグソで仮にそれは正解だったと考えてみろね、もしね言うかと、じゃあ正解はっつってノリカ様が、私もノグソがしたいでしたって言うわけないと考えたら分かるだろうと、ごめん間違ったこそう砂となったけどちょっとジャーッとくれっつってたけどさ、うん、あいた曲言います、はい、岡本津でこの愛にかなうもんはない、はい、いいですね、この愛にかなうもんはない、かっこいいですね、うん、いやでもね相方ともこの前ルミネデバ一緒でさ、相方がキャンディーでねルミネデバもらってで行ったんです、結構たんもうその日も豪華なメンバーがいたんだけど、そこにさあの、まあ、ユニットコントみたいなのが入っててね、そのなんかそうなんていうの、いろんなこう芸人さん、まあ、エンプティーステージって言って、うん、あの吉本がやってんだけど、本当にアドリブ即興コメディーショーみたいなやつやってね、その中のすごい面白いコンテンツのユニットがその日入っててね、うんうんうん、でちょっとなんかそこの、はい、ユニットの中の一人に、はい、なんかすごい釘付けになっちゃって、なんか、うんうん、名前をね、交番表で見て、うん、なんで釘付けになったか、うん、自分でも今よく分かってないか、うん、あれかなっていう理由で釘付けになったという、カタツムリ林って書いてたのね。ちょっとね、うん、今いろんな。なんでかすっごい俺の目がそこから離せなくなっちゃって、あれと昔からすごい知ってんだよ、カタツムリ自体。うん、怪しくもしててね、うん、一緒にこう何度もライブ一緒になってたりするのは、もう、抜群にセンスがね、ある、面白芸人なのよ。で、だから、なんで林くんにこんなに興味が、今日、いつも林を見ても別に、なんか、ああ、今日もいるんだ、ぐらいだけど、なんか、その日に限ってさ、すっごい、林の文字がキラキラしてみてさ、なんかあるんじゃないかと。そう、これは会いに行かなきゃと思ってさ、林が待機してる楽屋まで行って、どうも、なんて言って。ねえねえっつって、ちょっといろいろ聞いてみようと、うん、そうそう聞きたいことあるんだけど、なんか揉めてる？林今なんか揉めてんの？って言ったら、すいませんっつって、しょうもない戦いしてますって言って、なるほど。林何もしょうもなくはない。俺はね、君の戦いをずっと見守ってるんだよ。初手から初手から見ててね。うん、林って、俺は最近見たどんな小説よりも非常に読み応えがある。読み応えが、うん、まあね、いや相手もね、相手ですからね、いい対戦相手だね。カードがいい、いいカードですよ。両方ご存知だから、いや本当にねえ、カタツムリ林 VS 流れ星竹上、言っちゃった、しびれる戦いですよね。うん、よくご存知ならね。知ってますよ。本当大好きな二人が戦ってるから。大好きだね。もうさ、うん、まあもう声でバレてるか、もう悲しくてね。悲しくて、いやいやいや、そうだ。俺の愛する二人が戦ってるから。まあでもね、うん、よく知ってるわけですからね。そう。で、ルミネのさ、楽屋でさ、林と喋ってて。で、林に、
がね、いやもうすみません、なんかいやちょっと熱くなっちゃって、ね、まあ知らない方のためにね、うん、まあなんか林の愛する先輩のことを、うん、まあお滝さんが、うん、ね、我らが愛するお滝さん、うん、好きよお滝さんも、俺たちでも、ね、ふもで何度もお世話になってるし、うん、ね、お滝さんが雑にいじったと、うん、SNS 上で、うん、でそれに対して、うん、ね、もう林くんは熱い子だから、うん、俺の大好きな先輩雑にいじられたってことで、ね、こう噛みついたら、うん、そのね、やっぱお滝さんのなんていうんだろうな、やっぱ自分の知らない人に対しては、うん、ゴリゴリマウント取る、なんか昔から可愛いあの性格ね、誰だって知らねえよみたいな感じで言って、そしたらもう林くんもそれに怒っちゃって、ね、でそこなんか名前を知らねえ芸人がみたいな、じゃあお笑い教えてくださいよみたいな感じで、うん、ね、もう滝上でお笑い教えてくださいよなんて最高の攻撃じゃない。ね。そんな屈辱的なことはないわけだから。そうですよね。うん。そのやりとりが長くあってね、うん、それがこう、ずっと追っかけて大体1時間半ぐらい見てて、ね。じっくりってますね。じっくり味わったね。うん。本当にね。で、それでね、はい、いや、すいませんなんて言うから、林くんが。うん。林くんと、ね。俺は、うん、林くんの味方だよっつって、あんなね、あんな滝上なんかさっつって、あいつあれだよっつって言って、携帯とかはね、飛行機乗るときに携帯電話とかをね、プレお盆に置いてね、おじさんなんかトレーに行くじゃん、でトレーに入れて携帯鍵全部入れて、そのトレーを持ったままなんか通るとピンポンってなって、あれっていうようなそんなやつだよっつって、うん、で林くんボッコボコしちゃえよって言ったら、林くんがね、それって矢沢さんが今言ってくれることって告げていいですかって言うから、ダメだよって言って、林くんダメだよって言ったら、なんか問題があるんですかってこう声が聞こえてきて、そこ問題があるんですかの方を振り見たら、ジャンポケの斉藤だったっていうね、なかなか豪華なね、ね、なんか揉めてんのよって言ったら、ナイスですねって言って、ズームでもね、楽しかったですけどもね、その後うちの相方呼吸しかしてない水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。あ、山里です。寝てたよ。寝てたんだ、滝上。旅行中だよ。旅行旅行してなんで家族旅行だよ。家族旅行してた。そうだよ。どこ行ってんのよ。山梨だよ。山梨、武田信玄の逆頂だよ。なんでだよ。頼むよ。誰が風林火山の逆やんなきゃいけないんだよ。もう見えてるじゃない。いやいやいや、もう見えてるじゃない。ちょっと待って、カウントダウン欲しい。ちょっと待って、顔洗うから。切ります。お金まだ洗ってるかな。おたきさん、質問来てんの。何さっき顔洗ってたのは、冷水ですか、うん、温水ですか、常温ですか。どっちでもいいよ、冷水だよ。気合入ってんな。おたきさん、山梨で何かしたいことあったんですか。いちごがいい。食べた。めちゃくちゃ食べたよ。うわ、いや、これ何、これ知りたいんですよ。ちょっと待って、帯締め直し、ちょっと帯が西洋ジャンク、山里亮太の不毛な議論。竹谷ね、悩みって結局何だったの。ツイッターさ、うん、フォローしてよ、そろそろ。全然してくんねえじゃん、俺。それか。それじゃないよ。それじゃないんだけど。ごめんね、それは断る。まだフォローしてないからね。今も、やっぱこう聞くと面白いんだよね。だから本当、本当に、そんなさ、おたきさんも面白いんだから ね, ね、流れ星のおもんな面白いネタかけるんだから、プリプリしなさんなって、デント構えなさいっていう話よ、ね。まあ、もうちょっとこれじゃね、おたきさんの興味はもうないからね。まあ、おたきさん、ね、この天日も来てくれますけど、ちょっと先週末、広島の方に、毎年行ってますね、広島140行ってまして、いや、ちょっとなんかこう、いろいろ、もうなんかぐっときたことがあって、まあ、もう広島もう何回とか、7回ぐらいやってるのかな、うん、毎回本当盛り上がって楽しいんだけど、で、まあ、ね、広島といえば、私がずっとやってた東京で、私に、こう、なんて言うんだろう、芸人の、なんか、なんてまあ、私なんかちっちゃいお山の大将でしたけど、大将気分をね、ずっと芸人って後輩とこういう風な遊びをするんだよなっていうのを
いつも俺に味わしてくれた可愛い後輩、ゴッホ向井ブルー、はい、改め今ゴッホ向井になったんですけどね、はい、東中野でずっとね、アスワとペンギンズの直くんとね、宮戸と R 藤本とでゴッホ向井で、まあ、意外とゴッホ向井以外こう忙しくなって、うん、で、だからいつもこう遊んでくれるのは、ゴッホはいつ呼んでも遊んでくれるみたいな、うん、あのちょっとゴッホ今日ご飯一緒に食べようって言ってこう、本当に多い時は週5、6一緒にご飯を食べてたゴッホ向井が、まあ、もうピン芸人でずっとやってたんだけど、うん、もう東京をね、諦めると。自分が大好きな、まあ、広島に帰って、広島の人に、少しでも喜んでもらえるようになるために僕は東京を離れますって言って東京離れてったゴッホ向井ブルー、うん、改めゴッホ向井、ね、がまあ広島にいて、でちょっとそれが、ああ頑張ってんだなって感じたって話なんだけど、でまあ、広島140のライブが、まあ、夜からだったんですけどね、でまあ、朝の生放送を終えて広島行くんで、もう13時過ぎぐらいには広島に着くってことで、でゴッホちゃんと、うん、せっかくだからちょっとね、ランチ一緒にしようなんて言って、うん、あ、行きましょうって。何が食べたいですかって言うから、やっぱお好み焼きだよね、広島って言って。なんか、美味しいとこ知ってる？広島も長いしって。あ、じゃあ、やってきます。うん、じゃあ行きたい店あるね、なんて言ってさ。で、広島着いたらもう、ね、改札出たとこに立ってるわけよ。昔と変わらぬゴッホが。あら、ゴッホちゃんつって、うん、でちょっと行こうか、なんて言って、ゴッホが、あ、じゃあこちらです、なんて言って案内してもらって。で、もうタクシー乗り場にね、行って、ね、タクシーももう予約、もうさ、連れてきててさ、そう、じゃあこっち乗ってね、さっき言った場所まで運転手さんお願いします、なんて、バーっと街中からね、走って、ゴッホ元気だったかなんて、こう、どうなの広島で、いや、なんか楽しく頑張ってやってますみたいな。で、こう、街並みを、ね、流れる街並みを紹介してもらいながら、ここで、ね、こうで、なんて言って。でも、あっという間にその、お好み焼き屋さんついて、雰囲気のあるいい店なのよ。そう。で、もう店先でね、ちょっとこう、なんていうの、のれんをこうかけたりとか、うん、こうなんかこう看板を用意したりとかしてるね、なんか若い男性。まあ、うん、でも俺よりちょい下ぐらいかな、うん、もうちょい下かな、うん、30代真ん中ぐらいのね、うん、その人がいて、バーって言ったら、あ、向井くんなんて言って。ああ、もう知ってる。ありがとうね、今日って言って、あ、で、山沢さんですなんて、ご報告紹介する。あ、どうも、ああ、ちょ向井くんがなんかどうしてもって言うんで、もう喜んでですって。すごいじゃん。城太郎って店なんだけどね、うんうん。で、入ってったら、ね、すっごい美味しいって言われるのか、あれこの、まあ、言ったらランチ時なのに、うん、俺うちでしかいないと思ったら、これ、貸し切りですよ、ゴッホさん。ああ、わざわざ。そう。開けてくれ。しかも夜からだなってお店。あ、そうなんだ。だけど、まあ、仕込みしながらなりますが、なるほど。ね、って言って、ゴッホさんが言うんだったら、つって。言うんだったら、もう特別に。そう。でそこすごいんだよ。だマツコさんの番組で、取り上げられたんで、まあ、知らない世界かな。そう、この焼きが取り上げられたぐらい。城太郎さん。城太郎。常太郎って書いてある、城太郎ね。で、入ってさ、でもメニュー見るじゃん。そしたら、この焼きね、いろんな美味しそうなね、まあ、豚玉があったり、ね、イカ天があったり、広島ね。そうそう。あ、ダメ！そんなもんないんです。広島県がない。一番怒られるんですよ。おばさん。あと失敗しますからね。うんね、うん、でそこに書いてあるのよ、ゴッホ向井考案って、あいつもそんな、ね、テレビにも取り上げられるような店のメニューになったりとかして、広島根付いてんなーなんて言って、でこう、あ、今日ゴッホ君がね、来てくれるっていうから、お店の人が、これね、美味しいの入ったのよっつって、ね、俺、牛のなんか聞いたことないような部位のやつだったけど、まあうまいやつ、焼いてくれて。で食べてさ、でまあもう、まあ、全部まで、まあ、牡蠣を、広島の牡蠣はプリンプリンの牡蠣出てきてさ、でこれつも多分ご飯が来るからすっごい大きいプリンプリンの牡蠣でバター炒めとね、うん、そう、バター炒めとポン酢で食べるやつとね、二パターン、うん、バター炒めなんかさ、一回ね、ちょっと小麦粉一回まぶすわけさ、ね、で鉄板で焼く前に小麦粉と、あとね、ちょっとね、なんか、細かくしたパン粉みたいな、くゆらせるわけ。で、鉄板の上にジュッと入れて、そこにバターやるから、バターがそのさ、まとわせた粉たちにさ、全染みすんのよ。ただでさえ柿の旨味のところに、最初バターの風味でバッて広がって、あと柿のジュッて汁が、だ最初バター、次柿の旨味、そして混ざった旨味になって、それがまあでかいの。それ食べてさ、いよいよお好み焼きもまあうまくて、なんかこう、
イカ天ってさ、あのさ、みんなお菓子であるじゃん。あ、ありますね。あの、イカフライ。うん、あれがさ、入っててさ、あれがソースとさ、あと、キャベツ、とんでもないのキャベツ入れるね。マジで、これ一個にいってくれ。そのキャベツから出るさ、もう、野菜が持ってる水分を全部吸ったイカ天にソースもしね、しみしみの、なったやつと、蕎麦と、あと肉と、うまいね、食べてて。いや、美味しいな、美味しいな。でも、まあ、でかいの、一、二枚が。で、食べてたらさ、ゴッホがなんかちょっと電話なんかしてるからさ、ゴッホちゃんどうしたのって言って、まあ、電話終わったと、さ、ゴッホやったら、山里さんと、あの、広島、あの、まあ、来週、もう、もうしたのかな、あの、来週なんですけど、あの、サッカースタジアムがオープンするんですと。エディオン、ピースウィング、広島っていう、これサンフレッチェの、あの、ホームの、そう、サッカー専用スタジアムとした日本最大。そうなんだ。2万7千席かなんかある、すっごいでっかいスタジアムができた、うんうんうん、ね。で、まだオープンしてない、うんうんうん。ね。あの、今ちょっと電話してたんですけど、そこのオーナーと。オーナーと、ぜひ山里さんに見てほしいって言うんですけど、この後でいいですかなんて。つって。すごいよ。で、食べたらさ、もうまた食べ終わる頃にはタクシーが来てて、じゃあ乗ってくださいなって。すごい。で、行ったのよ。まだオープン前のとこ。エディオン。ピースウィング広島、でも行ったらよ、中入ったらさ、お母さん、うん、今のゴッホ先生ね、外観見せるだけ終わりませんよ。もうあの関係者入り口のところでタクシー横付けして、で開いた瞬間にね、その責任者の人が立ったんだから、ゴッホ君ありがとうねなんて、待ちしてましたと。そうで、もう一度ゴッホと、うん、もう一人横で立ってる男性がいて、うん、ね、それ駒野選手。お、広島にいたサンフレッチェ。そうよ。日本代表の。そう。すごい。で、ゴッホ君なんでって。すごいねって言って。ね。ただ、これはドキドキしながら言ってたのよ、うん。あの、サッカー専用スタジアム。はい、ね。サンフレッチェのホーム、はい。俺の引き出しよ。なるほど。俺の引き出しは、ね、J リーグ元年で止まってるんだから。サンフレッチェで言えば、高木拓也と野順よ。ね、アジアの大砲、エキサイトステージね、Jリーグエキサイトステージ、止まっちゃってる、止まってるんだよ、だからどうしようと、うん、ね、でしかもそこにね、あの駒野選手、俺だって分かるよ、まあ、ワールドカップ出てる、そうよ、ね、どうしようと思って、で、あの、ここね、ちょっと抜けてるとか、昔から、うん、だから俺がそこら辺、サッカーの知識薄いってことし、あいつ、ちゃんとね、把握してないのよ、うん、で、なんか俺がすっごいこう、まあ、見たかったから、うん、すっごいだからサンフレッチのことはなるほど結構知ってるっていう感じで、あの皆さんがこう会話が流されるわけよ、うん、でまあね、あ、山ちゃんよくお越しくださいました、その責任者の方がいて、いやありがとうございますって、ちょっと見てくださいって、スタジアム入ったら芝、天然芝で超綺麗で、とてつもないでっかいモニターだったりとかね、もう椅子もあの選手と全く同じ目線になる席があるの、変わる、そうで、2メートルぐらいしか離れてない。あ、でも専用スタジアムですからね。そう。だから普通さ、スタジアムって陸上のトラックとかじゃない、ね、あれがないのよ。なるほど。で、すっごいですね。いや、これ確かにテンション上がるなと思って。で、こう、駒野さんにもこう、プレイした選手目線どうなんですかみたいな話とかして、いや、これめちゃくちゃいいと思いますよ、みたいな楽しく話してて。ね。で、その責任者の方が、はい、ねえ、山里さん、でもここはもうサンフレッチェのね、ホームランで、来たと思って。どうしようと。サンフレッチェはご存知ですかって言われて、知ってますよって言って、ね、いやーサンフレッチェってねって言って俺が言った話、もともとサンフレッチェって三本の矢って意味でね、三本の矢、これ何かというとあれですもんね、毛利元就公が息子さんたちにね、うん、矢を見せてね、で一本だったら折れてしまう、二本で折れてしまう、でも見てみろ、三本だったら折れないだろうっていうことから、この、まあ、広島とこの三本の矢ってのは切ってもね、切れないね、で、このサンフレッチェ三本の矢って、これだからそういうことですもんねっていう、もうその瞬間に、もう駒野さんが、こいつ知らねえだって、ちょっと気づいちゃうっていうね。だから、でも、ねえみたいな、なんかそう、選手って誰か、なんて言ったら、野順君、渋いですねって。結構市内の行ったすぐに、うん、始まっちゃってますよ城太郎のお好み焼きの話したら、ね、美味しかったですね、そうね、で、でもすっごいなんかスタジアム楽しくて、そうで、ね、そうで、なんかVIPルームとかもね、あ、そうで行けたんですか、
当社から見せてくれて、すごいですね。あのね、年間でね、じゃあ年間だったかな、契約がね、一室結構長くするけども、全部完売ってた。そうそう。で、一番ビル、なんか、たぶんもうね、なんていうの、スタジアムの席までせり上がって、グイーンと。で、一番上の席なんか、ビルで言うと10階相当だって。そう、急峻なんですね。そう、でも結果なんかいい劇場ってね、こう、うん、角度ね、うん、きつめにせり上がってるとこって、うん、お笑いのそとこでもそうだけど、うん、人数多いけども、うん、ぐっとね近い感じがあって全部見やすいですよね。そう、うん、これはちょっと見に行かなきゃなと思って、サンフレッチェ試合を、いいですね、うん、高木拓也、野純優ね、風間彌弘、ハシェック、詳しく聞こえますよね。そう、だからそこなのよ。向こうからするといや相当痛ですね、なんていう、そう、やっぱたまらんよ、本当にアジアの代表高木拓也、まあ、僕なんか本当野純優選手からのセンタリングからの高木拓也さんのヘッド、やっぱあのゴールシーンはやっぱ忘れられないですよね、なんて言ったらもうみんな、そう、駒野さん、駒野さんもすごいみたいな。そうで、俺が見たそのシーンは全部エキサイトステージだね。うん、だから何人かは野純優からのセンタリングで高木拓也あったかなみたいな。ゲームのね、一緒パターンでしたね。そう、俺のね、俺毎回好きだったんだけど。でね、それを見てて、じゃあもうそろそろね、あのライブの、ね、時間だしなんて言ったら、でもすごいなんか、ね、もてなしがねすごくてさ、あの責任者の方がさ、山沢さんよかったらって言って、これやってきませんかなんて言って、あのドリブルタイムアタックってあったの。そうそうそう、やったんだ。いや、俺足折りそうだから断ってさ。で、駒野さんが今ね、あの最新記録持ってるって言ってたけど、で子供たちがみんなやってんのよ今、ね、そういう施設もあって、そうそうそう、いやー、ほんとぜひちょっと広島行く際とかね、サッカーお好きな方、うん、ね、ぜひ行ってみていただければなと思いますけども。で、そこでね、後にして、まあまあライブやって、ライブ盛り上がって、うん、で、まあ打ち上げでね、まあ、ゴッホちゃんも来てくれて、で、ちょっとこうお酒なんかもね、入るじゃない。それ昔の思い出話になってね、ゴッホと、まあいいね、東京を諦めた。ね。あ、まあ諦めたの言い方あえてさせてもらうけど、諦めて、広島で頑張ろうってなって、ね。広島でやって、お前ちゃんとね、広島の顔になってるじゃないか、つって。ね、よかった、俺嬉しいよ、つって言って。したら、ゴッホも、いや、安田さん、つって。俺、ほんと安田、夢あったんです、つって。お、なんだ、ゴッホ、つって。俺ね、東京でさよなった山里さんに、広島で番組持って、山里さんをゲスト呼ぶっていう、夢あったんですよ。ああ、嬉しいこと言ってくれた。いつでも待ってるよ、つって。ゴッホ、つって。何があってもそこ駆けつけるからな、つって。本当ですかって。山里さん、俺自分の番組持ってたんです、つって。お、そうなんだ。そう、広島で。頑張ったね。いいっすかつって。あ、ゴッホ、いいっすかなんて愚問だと。いつ行ったらいいんだ、俺は、つって。うん、ありがとうございますつって。ゴッホ、どんな番組だっつって。これなんですけど、毎週、土曜日、朝6時45分から、5分間やってる、犬と散歩する番組です。今度よかったら、広島で一緒に犬散歩してください。ゴッホ、うん、分かったっつって。だから俺ちょっと、うん、今度広島に、犬散歩させに行ってくるから。うん。ということでね、ぜひ皆さん広島の方ご覧いただけたら、ね、朝6時45分楽しみにしてください。さあ、ということで、この後はいよいよ、まあ、お待たせしましたね、お待たせしすぎたのかもしれません、天才ピアニストが来てくれるということでね、メール ね、 あ、そうですね、募集しておこう、はい、一つ目、はい、二つ募集します、はい、一つ目はね、竹内ちゃんがですね、はい、両親が理科の先生をしてて、理科ね、はい、国語算数理科社会の理科で、自身も理科の教師をしてたです、ね、見たですね、理科一家なんですよ。なので、うん、やっぱ竹内先生理科の質問ですよね。いいですね、はい、光合成って何とか、あ、いいですね、うん、ね、電磁力の手がうまくできないんですけどコツありますかとか、うんうん、ね、体の仕組み、動物、植物、天気など身の回りに関する理科の質問を送ってください。あ、ね、まあ、ね、広い意味でいいんですもんね。そう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 、理科で言う、うん、で難しい質問じゃなくて OK です。本当に身近な質問 で、はいね、で竹内先生にこれ真剣に答えてもらいます、はい、で2つ目、まあ、ますみちゃん、はい、例えばです、ね、上沼恵美子さんのモノマネもね、はいはいはい、すごいんですけど、うん、やっぱね、それもやっぱ聞きたいじゃない。そうです、ね、申し訳ない、でということで、もう一個が上沼恵美子相談員への相談です。相談員といえばね、やっぱ生活障害科やってましたから、ずっとね、さまざまな相談に答えてくれてる、その上沼相談員にぜひちょっと皆さん
では相談をしてくれれば、ますみちゃんがちょっとモノマネでね答えてくれるということでございまして、はい、もちろんシンプルに2人の質問も募集します。宛先、メールアドレス、fumo@tbs.co.jp、fumou@tbs.co.jp でございます。そして、この議論は DP 制、ドリームポイント制を導入しています。メールを読まれたリスナーに 1DP、MVP には 10DP 贈呈いたします。DP を貯めると素敵な商品と交換できますので、この機会に初めての方もどしどしメールくださいませ。番組ハッシュタグもありますよ。ハッシュタグ、不毛954でございます。ね。不毛のスペルは FUMOU でございます。これをね、こう やりながら、こう、もう何気なく、ね、ああ、そうなんだとか言って、ああいうのでもなんかね、このハッシュタグと共につぶやいたりとかしていただくと、なんか一緒にブースにいる感じが味わえますので、ぜひぜひ、ガンガンと一緒につぶやいていただければなと思います。さあ、番組の感想待ってます。さあ、この後いよいよ、天才ピアニストの登場です。さあ TBS ラジオからお送りしております水曜ジャンク山里亮太の不毛の議論、今夜のゲストはこの方々です。天才ピアニスト竹内です。マスミです。お願いします。お願いします。よろしくどうぞ。嬉しいです。ありがとうございます。いやー、女王が来てくださいました、はい、ありがとうございます。ちょっとね、いきなりだけど、はい、1個ね、RG さんから、ね、はい、伝言を預かってまして、はい、伝言ですか。そう、2人に聞いてほしいことがあるって、はい、2人ね、趣味特技は何ですか？何なんですか？いや、これちょっと、これすごいな、RG さん。これね、たまたま、福岡の吉本の劇場でご一緒させてもらった時に、うん、なんか喋ってたんですよね。うん、で、なんか趣味とかあんのみたいな、うん。で、ポロッと言ったことなんですけど、うん、それをすごい面白がってくださってて。そういうことですか？はい。うん、何？趣味特技。いやいやいや、まあ、趣味、賞レース、特技、勝つこと。いやいや、私これ家なんすよ。かっこいい。いや、これ言うたびにぐんぐん勝ちにくなってるんで。絶対。でも勝ってるからすごいじゃん。いやいや、筆が止まるんですよ、これ。ネタを書く筆が。あ、竹内書いてるからね。ガチガチなるんですよ、こんなんね。いや、でもすごいよね。いや、そう言っていかない、ね。怖い、勝ちにくなるから。書いてない方がそれ言うってめちゃくちゃかっこいいじゃん。信頼、絶大な信頼度ね。そうですよ。もうほんまにね、大阪一面白いんで。やばいって。もうほんまにやりづらく、はい、やりづらくなっていってるんですよね。大阪一面白い竹内。いえいえいえ、とんでもございません。あら、ねえ、だからこそそれは言ってんだ。はい、もう一回いいですか、趣味特技は。趣味、賞レース、特技、勝つことです。やばい言ってみたい。で、実際もう賞何個取られてるんですか、今。今5です。またで、またザ・ W でチャンピオン。はい。はい、NHK の、髪型漫才コンテストと、はい、だって、NHK 髪型漫才コンテストって、女性コンビ相当久しぶりだよね。そうですよ。非常階段さんの、はい、シルク姉さん。そうだ。36年ぶり。そうだよね。はい。でと、NHK のもう一個の方の、新人お笑い大賞です。はい。そうだ、これもすごいじゃない。はい。それが一番最近かな。はい。いや、すごい。と、漫才協会大賞とか。ちなみに次狙ってる賞はあるんですか、はい、何か。いや、次はでもやっぱもう M1 とかね、キングオブコントとかね、その辺をちょっと。何がすごいってさ、ね、両方できるじゃん、天日は。はい。漫才コント、ね、ありがとうございます。そうですね。両方させてもらってますね。そうなのよ。だから。俺 ABC とかもずっと見てるから。あ、そうですよね。はい、MC していただいて、ね。そうよ。そう。ABC、YTV とかもまだ取れてないので。はい。関西にはそういう大会がいっぱいあるんですよね。はい、ね、関西のそのお笑いの大会またね、層が厚いのよね。そうですね。みんなとか届いてないかもしれないけど。うん。いやー、面白いやつ。そういう大きい、はい、戦いもめちゃくちゃ大事なんですけど、大阪の、お好み焼きのちぼうさんが主催でやってる、お笑いの大会とか。はいはいはい。我々は毎年出てて、出るやつ全部出て、ついに優勝しました。あら、昨年なんかその千坊さんのやつなんていう賞なの、それは。しゃべくり、はい、しゃべくり和芸大賞っていう。めちゃくちゃなんかかっこいいやつ取ってるじゃない。そうです。それも漫才とかってこと。そう、漫才、漫才だけですですね。7分漫才で決勝は、うん、決勝の相手は誰だったんですか。吉田たちさん。おお、そう、はい、関西でですね、双子でしゃべくりの優ですよ。そうですね。あと誰だっけ。風水もしたっけ。風水もいてました。わ、すごいじゃん。ヘッドライトさん。ヘッドライトさん、はい。まだ賞レース出てはんの。ヘッドライトさんはまずその前に優勝されてるんですけど、はい、また出て、はい、優勝してもう一回出てるってこと。もう一回出てらっしゃる。芸歴制限ないんで。
令和ロマンより先にやってるんだ、そういうこと。そうなんですよ。令和ロマンこの優勝してね、はい、また来年出ますなんて言ってたけど、はい、先駆けです。ヘッドライトさん、はい、やってるんですよ。我々も大先輩だからね、もう僕らが。そうですよね。そう、だって、オーディションとか受けてるのにもずっとやってらっしゃったから、はい、ヘッドライトさん、そう。ヘッドライトさん。そうなの。はい、そうなんです。あ、そうそうたるとこで勝ち上がってきてるんだ。そうなんですよ。そうね。いや、それも全部、竹内ちゃんが天才だから。もう、竹内さんのネタが面白くて。筆止まるって。もう、こんな。筆止まるって何なんだ止まるんです竹内筆が文字が出てこなくなるんですよそっか、じゃあこんなガチガチになったら ね、はい、止まるとか言いつつまた深夜に ね書いても今日が絶対締め切りだって言ったら遅れることも1分もなく、いやいやいや、はい、ありますよ。だってそれでだって驚くのが、ね、はい、単独ライブってどれぐらいペースやってんだっけ。は、まあ、毎月、はい、月1でやってるんですよ。月1だいたい1時間60分ですね、はいはい、で、まあ、はい、漫才とコントやって、はい、でまあ仕上げで仕上げたやつを出しての繰り返して、うん、そうですね。まあそれはすごいわな。いやほんまにだから毎月単独やってるんで、うんうんうん、もう単独終わったなと思ったらもうまたすぐ1週間前、そうだね、1ヶ月だった割と。はい、そう、単独前なんですよね、すぐね。1週間単独1週間前から竹内さんネタ書きはいを始めるんですけど、はい、1週間で6本ですよ。1週間で、まあまあそれはあれですけどね、そのギリギリまで粘ってしまってるだけですけど、ただほぼほぼ、はい、前日当日で6本覚えてる私がいます。いや言うから待たんと、え言うから待たないとこっち、そう言うね、俺たちね、そうそうそう、竹内ちゃんと、でも竹内ちゃんが言うのかなこの前ね、はい、そうですね、すごいのはさって言って、はい、ちょっと待ちにくいです。なんで全部自分で言ったけども、全部言いたい。そうなんです、ね、それもすごいよね。いやそれもすごいと思いますね、やっぱギリギリまで粘ってしまうのは。コントに関しては結構ほら、はい、ぶっ飛んだキャラクターが多いじゃない。はいはい、そうですね。でもそれってさ、書、はい、ける方もそうだけど、やっぱ書かせるものがやっぱまゆみちゃんにあるわけだから、なんかこう、うん、まあ、松部ちゃんにこう、そうですね、なんかこうなんて言うんだろう、はい、このキャラやったら絶対面白いだろうなみたいな、ありますね、うん、そうなんですよ。それがもう台本が追いつかん時もあるというか、私は今ね、あの松部がヤンママやったらおもろいやろなっていうのがずっとあるんですけど、なんかネタが思いつかない。もうだキャラクターはいっぱいあるんで、品揃えが、うん、そっからこう設定に合わせてどの人を選んでくるかっていう感じなんで、だいぶ自由には書かせていただいてますけども。そっか、はい、ヤンママね、ヤンママをやってほしいんですけどね、うん、設定がついてこない、ね、いやそうですね、うんうん、結構入れ込むのは得意な方ですかね、はい、いやすごいわ。いやいやいや、そうないですよ、ね、俺20年で4本ぐらいしか出たないんだけど。そんなことないでしょ。本当ピンピンの4本がピンピン、いや4本の時本当にピンピンに磨いた。ルミネでやってる時本当にこれ3000回ぐらいやってる、ネタやってる。こすって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 3000回もやってんだよ。それをさ、この相方が飛んだのよ。やっぱあるんですよね、ゲシュタルト崩壊みたいな。いやそうそうそう、頭の文字がね、なんだこれ、ちょっと勉強になる、ちょっと教えて。いや、とんでもないです。笑いをお願いします。新潟市ラジオネーム猫娘。ここまでのあらすじ。今夜のゲストは天才ピアニスト。お料理コーナーマスミのおしゃべりクッキングでは、竹内の育てたほうれん草を使っておひたしを作ります。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。おしゃべりクッキングの話とか来ないのかね。おしゃべりクッキングね。うわあ、もう今ね、大吾さんがやってるね。はい、大吾さんがね、やられて。さすがにもうちょっと話術を鍛えないと。あれすごいですよ。あれすごい。でもそう、上沼さんの真似をやれるってすごいよね。いや、最初はやっぱり、いろいろ、言われるというか、はいはいはい、大丈夫みたいな。そうね、心配されないみたいな、いろいろ言われましたけど、割と早い段階でご挨拶行かせてもらったので、うん、そこはまあ良かったんかなっていう。いやすごいよ、なんか本当に下ろしてる感じが上沼さんを、ね、それでなんかさ、うちらあれだもんね、あの紅白の事前番組でね、はいはい、ここ2年ぐらいか、はい、一緒になってね、ご一緒させていただいて、ね、そうそうそう、本当に NHK の人がさ、嬉しそうに毎回説明してくれるの。あの今日もあの竹内さんと大御所の方が、もう隠しいらないんですよ。いやちゃんとそこ大事してるよ、スタッフさん。はい、真面目で優しいスタッフさんだから、はい、あの今日はあの本当大御所の方来てる。でもさ、それ竹内さんとって言ったらさ、もう、はい、もう真澄ちゃんじゃないじゃないですよ。でもそれ分かった上で、そのテンションで私たちのところにも来られまして、あ、真澄さん大御所ということで後ろ向きから始まってもらっていいですか。いや、バレる、もう分かるって、なんか恥ずかしいですよ、こっちとしても、もう改めて伏せるのは、うん、だからでも本当にもうちらもひょっとしてなんて言って。たま
しいですけどね、楽しいあのやり合いはね、そうなんですよね、それで一緒になっててさ、はい、いただいてね、でもね、まあ、紅白ってばさ、名だたるアーティストさんが来るわけじゃない、はい、どうなのよ竹内ちゃん、ちょっとほんまに竹内ちゃんの夢があるからはい、そうなんですよ、ね、私ね、うん、ミスチルの桜井さんがあの世界一好きなんで、世界、はい、本当世界一なんでね、うん、あ、そうなんですよ、ただ一昨年ぐらいその事前番組で山里さんがほんまにその V を見てるときに、うん、ミスターチルドレンのシーンがあって、うん、そこで竹内ちゃん好きなんだよねって振ってくださったんですよ、うん、そうなんだよ、あれ多分私が出た番組の中で一番桜井さんが見てる可能性高い番組やったんで、うん、山里さんありがとうございますと思って近づけてくださったんです、ね、そうこんだけの、ね、熱い思いを、はいはい、やっぱぜひ届いてほしいもんね、ほんまにこれ多分まだまだ届いてないと思うんですよね、そんなさ世界一好きな人とかって、うん、はいはい、それもうあったらこの世界やめるとかじゃないよね、やめないですけど、余生みたいな感じにはなります。もう右肩下がりというか。もうそこピークで。もちろんピークなんで、天井叩いて。腕が止まる。いや、筆は逆に進むかもしれません。もう何のプレッシャーもなくなるんで、ね。あ、そうか。余生ですから。あ、なるほどね。はいはい。別にその何の影響もないんですけど、自分の気持ちとしてはもう残りの人生みたいな感じ。だから私がちょっと不安に思ってるのは、竹内が今後、ミスチルの桜井さんに会う、もしくは、うん、恋人ができるっていうことを不安に思ってるんですよね。あ、竹内ちゃんに、はい、その、ほうほうほう、うん。そうなると筆が止まって。筆が止まってね。私がもう放置状態になる。ほったらかし状態になる。いや、でもミスチルの桜井さんにもしお会いすることができたら、ちょっとしばらくほんまに余韻の休みは欲しいですね。うん、あ、そう。え、あのさ、もしさ、桜井さんに会ったらさ、何聞きたいとか。いや、これね、あのね。絶対聞かれるじゃん、こういう時って。もちろんです。いろいろシミュレーションした結果。いや、これ、1個です。もう時間短いです。そうそう、もう本当に、はい、桜井さんもお忙しい方だしね。もうすれ違うぐらいで。うん、いや、そうなってきたらもう好きな食べ物なんですよ。いや、下のこととか。しょうものない。しょうもないじゃなくて。しょうものないこと聞いてるやん。いや、これはね、本当にいっぱいシミュレーションしてきてるんです、今まで。今でもし会う、あ、そう、はい、この世界入ったら、だって会うことは確率ゼロじゃないもんね。ゼロじゃないじゃないですか。うん、でもやっぱり、もういろんなことを言われてきてると思うんですよ。もう芸能人相手に、芸能人のファンの方も多いじゃないですか。そりゃ山ほどいるよ。それでもう相当ビッグな方たちから、うん、なんかずっとファンですとか、うん、なんかいろんなことを言われて、うん、もう私のファンですももう響かないです、多分ね。で、あ、ありますっていう感じになると思うんですよ。うんうん、そんなんなるか。あらずーって。あらずーって。いや、あらずーってなって。小籔さんじゃん、もうそれ。あらずーってなって、そっからもう歌のこと聞くとかも、うん、いや、あ、そっか。この曲作った時どう気持ちだったんですか、はい、なんてもう、はい、そんなに1000回答えてると思うんですよ、うん、どの曲が本当は一番気に入ってるんですかとか、うん、そんなんもう記事読んでラジオ聞いてくれよみたいな感じだと思うんですよ、まあ、分かるじゃんって、うんうん、はい、だからそうやってもうほんまがんじがらめになった結果、やっぱ好きな食べ物とか、そういうもう日常の話、コンビニとか行くんですかとか、あー、確かにちょっと身近なことは聞きたいんか、最寄りの行くようで終わり、最寄りちょうどやったけどちゃん、はい、ぐいっと今入ってたじゃん最後、はい、最寄りのコンビニはそれは普通入りすぎよ。いやいや、でもそのあれですよ、会社名を聞くだけですから。あ、どこどこ店まで聞かない、なんか。いや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 、ローソン上石神井店ですか、聞いた。行くやん。行くよ、もう上石神井店行くじゃん、ずっと。張り込みますけど、私も。それはもうそれ行きすぎよ、それは。竹内さん、今ちょっと。危ない。今一線超えた、うん、怖いわ、今のは。やっぱ思い入れがね、強いんでね。うん、どうしても。もう竹内さん、そのミスチルのコンサートの DVD かなんか見てたんか知らないですけど、うんうん、あの、後ろで演奏してるストリングスの方たちに、可愛いねって桜井さんが、一言かけたことで、うん、ほんまに学校行けなくなるぐらい落ち込んだらしい。やんだんですよ。なんかもう当時はまあ中学生なんで分からないじゃないですか。もう嫉妬とか一択じゃないですか。そんなんもあるや大人はとか思わなかったんで、桜井さんが、まあ、もうご結婚されてるっていうのを諦めてたんですけど、なんかほんまにその可愛い感じの女の人が演奏して、可愛いってパッて言った時、終わったと思って。終わった。いや、始まってもいないんですけど。何も始まってないんです。あ、始まってなかったですか。始まってないです。あ、そうかそうか。なんかその時終わったと思って。あ、すみません、あ、ちょっとこれ、あの、何ですか、これで読んでもらっていい、はい、ここで、あ、はい、南海キャディーズ6年ぶりの単独ライブおめでとう。まあ天才ピアニストは3年間毎月単独ライブやってますけどね、虹です。急に中身の迷いでこれ健太君時報がありましたね、ありましたけれどもね、ちょっと竹内ちゃんの熱い思いはね、
聞きましたけど、え、まあ、よろしくお願いします。そう、マスミちゃんはいるの、そういうなんか羨ましくない、ここまで。いや、めちゃくちゃ、ね、世界一の人がいるって。世界一ですね。もうだから、そういう世界一大好き、この人ずっと追いかけてるっていうのは全然なくて、あの関西テレビの気象予報士の片平さん大好きで、うん、何をしてんねん何をしてんねん、もうおかしいけど。毛色の違う話すぎるでしょ。そう、私はそう恋の話をしとるんですよ。恋の話だったの。だけどこれリアコ勢なんですよ。あ、リアコだったんだよ。あ、リアコです、はい。顔ファンなんですよ。顔ファン。顔ファンではないですよ。もちろんミスチルの顔ファンってめっちゃ悪質じゃないですか、ね、なんか聞こえ悪すぎませんか。顔ファンなんですよ。え、違う、もちろんね、好きでもあるけども、うん、もちろん作品があって、作品もあって、ストーリーもあって、え、で顔も声も好きっていうことで、何もかも好きだと、うん、そうです。だからもう男性の1位っていうことです。はあ、地球上1位。地球上1位、うん、でその男性の1位でいうと、マスミちゃんは片平さんです。何をしてんねん何をしてんねん、もうおかしい。だからちょっとね、片平さん、ちょっと私、あのちょっと、はい、出てこないんですけど、あ、まあ、あの片平くん2号っていうね、あのなんかロボットみたいなのを出す天気予報の時代からずっと好きで、なんかいろんなタレントさんとか、うん、まあ、俳優さんとかもお会いする中で、うん、なんかあんまりバシッと来る方いてなかったんですけど、やかましい話ですよ、なんでバシッと来なあかんねん、マスミに。逆にね、向こう側もね、別に普通に生きとったらバシッとこうへんかったと言われて、片平さんにあのツイッターフォローしてもらった時はバシッときました。なんやねん、マスミのバシッとポイント。フォローされたの。フォローされても喜んでました。でも、あ、そう。でもちょっとなんか気象予報士フェチみたいなとこがあるんですよ。え？ちょっとなんかそういう、うん、ああいう、はい、まあインテリジェンス感じて。写真出してましたけど、はい、あ、何度かお会いしたことある方ですか。有名な方です。有名な方です。ね、はい、ウェザーマップの方なんだ。あ、そうですね。はい、あ、堺筋線とか乗ってんねやとかいう情報を聞いて。嬉しい。いや、まあね。それで荻町まで来てんねやって。そうね、カンテレのある場所ね。はい。堺筋線で行くできるから。大阪ローカルの。そうそうそう。非常に大阪の風が吹きましたけど。はい、そうなんですか。まあちょっと、二人ともちょっとやっぱ恋はあるのね、やっぱりそうね、そういう。まあまあ、その恋はあるのね、とか、はい。いや、ちょっとなんか。大きい方思いですけど。うん、まあね。まあまあ、でも楽しくやらせてもらってます、ね。そっか。まあ、片平さんはいつでも会えそうじゃん。片平さんは割とね。片平さんも何回も会ってます。何回も会ってるんですけど、そうです、素敵だなっていう。そう、桜井さんな。ちょっと方法がわかんないですよね、だから。だってもう、紅白とかもう出られる方じゃないですもんね。1回ぐらいしか出られてないです。そうよね。でも音楽番組も一回だから、ナオト・インティライミさんとかとお会いできるように努力して。あ、ナオトさんってあれ、そうか、桜井さんと、はい、一緒にサッカーかな、仲間だと思うので。でもそれはでもナオト・インティライミさんのことをもうやらしい目で見てしまってるじゃないですか。あ、なるほどね。この人と会えば自分の好き、はい、それはアーティストさんを応援する人間としては違う。そうなんですよ。それは違うか。どう考えてもやらしい動きしてしまいそうなんで、うん、こっちも。そうね、なんかちょっと情報を聞き出そうとしてしまったりとか。してしまったりとか。だからちょっと、その、はい。そっか、だから。方法が思い当たらない。だって、あんまりさ、聞かないじゃん、芸人さんでも。はい。あの、桜井さんとこの前飲んで、とかっていう人がって。そうなんですよね。やっぱなかなか、なかなか直接会った人にお会いしてないですね。近いとこまで行けてないの？どっかこう、なんか、あ、これひょっとしたら、はい、たどり着くんじゃない、今この感じっていう。大の字の大谷さんってすごく仲いいんです、桜井さんと。ラジオに来られてるぐらい。で、大谷さんが先日、天才ピアニストの単独ライブを配信で見ましたというツイートだけ。近づいてね。でもそれはでも大谷さんにやらしい感じで接してしまいそうなんで。大丈夫だよ、大谷さんがやらしい人なんだから。そもそも結構やらしいんだ。じゃあいいかな。関節も関節やで。まだまだ触れてないよな。そっか、いや近づいたら。でもちょっと。はい。すいません、なんかちょっと掘り下げちゃって。遠いね。東京都、ラジオネーム相模のサンタナ。ここまでのあらすじ。コンビ名に天才と入っている天才ピアニスト。天才を諦めた山里が先輩風を吹かすのはいかがなものかという意見が封書で届いています。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。さあ、ということでございまして、はい、
天才ピアニスト、なんか質問が来てんだって。あ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。兵庫県ラジオネームヒルバレーの時計台、天才ピアニストのお二人に質問です。はい、はい、お二人は大阪の吉本漫才劇場所属かと思いますが、あ、今も？はい。あれ、東京まだ来てないの？全然来てないです、はい、めっちゃ大阪です。はい。そうなんだ。そうなんです。普段特に仲のいい芸人さん誰ですか？おー、仲いい芸人さん。まあ、そうです。ほんまにリアルに言うと、大阪クレオパトラのリエちゃんです。あー、はい、あー。リアルに言うと。知ってくださってる。はい。面白いね。男女コンビでね。男女コンビで。はい、そう。ずっこけ漫才の。そう。はい。もう、令和だともう、何週かして一番新しいわよ。逆に新しいですよね。そう。はい、めっちゃおもろいですね。面白いよね。リエちゃんとは週3で豚しゃぶしてます、家で。やりすぎてるやん。豆苗巻いて。あ、豆苗巻いてんの？豆苗のポン酢つけて。豆苗巻いてんのっていう情報別に。そんな食いついて。言っていいの？え？豆苗巻いてること言っていい？大丈夫？え？あかんかったかな？大丈夫やって。全員の耳から流れてた。え？大丈夫ですよ。しかも豆苗のポン酢で。豆苗のポン酢。いや、美味しいけど。美味しい、ね。ね、おろしポン酢入ったね。はぁ、しょうがない。ショコインカブラ削ったやつ入ってた、ね、ショコインカブラのもみじおろしやね。ちゃんがまあ一番仲いいのは仲いいですね。ああ、そう。竹内さんでもほんま仲いい、はい、竹内さんの方が社交的なんですよ。嘘、はい、意外にも。そうなんだ。なんかまつみちゃんの方が社交的。私も意外とこう見た目竹内より派手なんですけど、はい、まあまあそれ言わなあかんかったかどうかわからないけど竹内の地味が粒だったんですけど。そうね、だからやっぱ幸薄いんで見た目は、まあまあね、確かに浅いのも描きやすそうだもんね、竹内ちゃんで、うん、いや、そうですね、センス比べでね、うん、誰がセンス私の方がちょっとクローズスタイルなんですよ、どっちかっていうと。あ、そうなんだ、はい、うん、え、じゃあ竹内ちゃん誰なの？私はやっぱり小島ラテさんとか。やっぱりの意味分かってる。やっぱり絶対。小島ラテさん。さすがにも分かんないな。やっぱりもさすがにも。うん、元なにわスワンキーズ、ね。あ、元なんだ。そう。はい。ゲンなんなの？今なの？ゲンは、今はピンでやってるんです。ピンなんだ。はい。ピンの芸人の名前が？小島ラテ。本名小島純一。あ、そうなんですか。はい。小島ラテさんでございます。仲良くして。あ、先輩？先輩です、うん、4年ぐらい先輩なんですけど。結構先輩だね。はい、そうなんですよ、はあ、よく飲み連れていただいております。小島ラテさんとはいレバトルのリエちゃん、はい、が固定でございます。さあ続きまして、足立区ラジオでもテンガリオン、あ、出囃子がゴーストスイーパー三上だ、はい、理由を教えてください。あ、そうなんですよ、ゴーストスイーパー三上のオープニングの、はい、アニメでね、はい、うん、もうシンプルに私がゴーストスイーパー三上のアニメが好きっていうのと、うん、なんかこう天才ピアニストのチームカラーをなんか決めた方がいいねって結成するときに言ってて、うん、で当時漫才劇場には紫をカラーにしてる人いてなくて、うん、で三上さんが着てるボディコンが紫っていうのとかもこう関連付けて合わさって、はい、え、ゴーストスイーパー三上のさ、うん、曲ってどんな曲だったっけ？テレテレテンテテン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 、ちょっとヒント少ないマスミのアカペラでは。そうね、マスミのアカペラでテテ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 、今ちょっとあの、はい、あ、探してくださってる、吉田さんたちが。いや、嬉しいです、かかった、嬉しいですね、ありがとうございます。あ、こちら東京都ラジオネーム旧姓山里、おしゃれシャレシャレを毎月配信で見てますと。うわ、ありがとうございます。単独ライブですね。ゲストで一番印象に残ってる方たちはどなたですか？去年のインディアンスさんのカツラはめっちゃ笑いました。あ、コーナーね。あ、インディアンスさん、うん、ゲスト来ていただいた時に、あの、かぶり物ワングランプリっていうのをコーナーでやったんですけど、はい、ほんまにあのパーティションの後ろから好きなカツラかぶって出てくるだけなんですけど、はい、やっぱおもろかったですね。やっぱ田淵さんも優勝なんだったの？あのキムさんがあのバッハみたいなカツラが。もうキムさんそのままでも面白いんですけど、やっぱ髪の毛つけたらもうより面白くなる。そのままでも面白いっていうね。そのままでも最高。ちょっぴり失礼発言。確かにね。もう毎月めっちゃ豪華なゲストさん出てもらってました。はい。今は無理ですけど、他事務所の方もね、はい、出ていただき、今は無理ですけどって、その竹内ちゃん今は無理ですけど、一番繊細なこと言ったじゃん。いやいやいや、吉本三国いじんないでよ言ったわ、ワードこそ。いや、無理なんじゃないのって皆さんなるかなと思って。ぼちぼち無理になってきますよね。なんだこれ。え、ぼちぼち、まだ今月は大丈夫。あ、そっか、まだ今月大丈夫。そうそうす、ぼち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 ね、はい、鎖国状態でね、緩やかに緩やかに締めていて、うん、ゆっくり締まっていて、そんなことないですよ皆さん。我々はどんな事務所の方ともですね、楽しくライブやるでおなじみの吉本興業お笑いを愛する吉本興業ですから、お笑いを愛するんですよ、鎖国なんかそれはもうしませんよ
してたまるかという言わんばかりです、ね、そうよ。さあ次行きますよ。はい、俺がここで次行きますよって言うとよりリアルになっちゃった遮ったみたいに。横浜市ラジオネームビーフチキン、ボス天才ピアニストのお二人こんばんは。こんばんは。数多くあるネタの中で天才ピアニストのお二人自身がこれが好きというネタありますか？うわあ、もうめちゃくちゃ悩みますけど、はい、私的にはめちゃくちゃニュアンスのネタなんですけど、うん、コントで、うん、電車の中の設定で、うん、私がおばちゃんで竹内が普通に乗ってくるお客さんで、うん、はい、座席が空いてるところに私がブドウを置いてて、うん、ブドウを置いてるからそこに座らんといてっていう。いやいや、そんなニュアンスのね。ニュアンスだね。なんでここ座ったらあかんの？ブドウ置いてるから。そのおばちゃんは他の荷物置いたらあかんことは分かってるけど、うん、ブドウやからええやろって言い張る。これはブドウなんだ。これ完熟したブドウやからね。うん、それは、なんでそれ思いついたの竹内ちゃん？いや、なんか普通に電車に乗ってる時に自分が、うん、いらっしゃったんですよ。フルーツ。まあ、その時はブドウではなかったんですけど、うん、フルーツの盛り合わせみたいなのを、バンって置いてる人がおって、うん、この人フルーツやったら置いてええ思ってるやん。結構こう出たんですよ電車。うん、あ、なるほどね。はい、だからもういやそこでどけたら座れるじゃんってぐらいこんなんだ、はい、だけどまあそのなんでどけへんねんと思う反面、確かにフルーツってちょっと膝の上じゃなくて座席に置きたい気持ちも分かるなって思いまして体温でなんかぬくくなるのならない人なっちゃうみたいな。そうなんですよ。で、その中の私の熟したブドウを触らんといてっていうで、あ、言い方嫌やわっていうネタがあるんですけど。すごいね。いや、うん、そういうとこでネタになるんだ。そうですね、ふとした瞬間に思いますね。マスミちゃんそれね、はい、竹内ちゃんは？私は山里さんも多分見ていただいたと思うんですけど、うん、ABC の決勝でやったあのさすまたのね。あれ面白い。 ありがとうございます。さすまたでマスミを取り押さえるっていう防犯訓練のネタなんですけども、はい、そうそう校長先生で、ね、はい、そうです。女性の校長先生で、はい、そう、赤いスーツの上下で、あれ面白かったね、はいはい、ABC に。あれはだ激戦だったよね。あれ行ったあれはもう自信あったっしょ。あの時自信ありました。はい、行ったと思いました。レアロマンに負けたんです、ね、その時もレアロマンに負けたんです。そうなんです。そのレアロマンが決勝でね、はい、もうギリギリ同点で敗れた時か、レアロマンが。あ、そうですね、確か、はいはいはい、そうですね。ダブル優勝だったんだっけ。じゃあ、あ、それはそうです、次の年です、ね、次の年か、うん、はい、だから令和ロマンは、2年連続行ってんだよ、ね、ファイナルまで行ってるんですよね。そう、あの ブロックで、はい、そう、レアロマンと一緒で負けちゃったんですよね。前の年は壁ポスターさんに負けたんですよね、はい、そう、だからもう、ね、すごいとこ戦ってきてね。だから今よくなんかね、女性芸人さんとか、はい、なんかね、いろいろ男性芸人って言って、うん、もうちょっとそういう枠組みなくなってきたからね。なんか女性だからとか全くない ね、 そうですね、時代とかじゃなくて。そうだと思いますね。もう単純に面白くて、うん、あ、女性芸人さんだから見せ方とかボケの幅とか、うん、角度とかこういうのがあるんだなぐらいで、うんうんうん、なんかもうないもんね。そうですね、別みたいなの全く、はい、ヨネダとかね、ハイツとかもよく決勝で一緒に、ハイツも面白いもん ね、 ねえ、どこもそうだけどもう2人ともあのローテーション、はい、テンションの低い感じはもう舞台上だけじゃなくて普段も結構あの感じなんですよ。もうずっとあの感じなんですよ。そうよね、はい、何度かご一緒してるけど、で普段もあの感じで2人で喋ってて、あのさ、二人で喋ってんのに、えって言うんやったらもうちょっと声量上げたなと思うぐらい二人とも声小さすぎて二人の会話が聞こえてないっていう結局会話投げかけた方も聞こえないし、はい、二人ともずっと聞こえない時間続いてる、はい、めっちゃえって言う横におって声張ったやろになってずっと張るっていう方法あるのになって。あれでもだいぶ後輩なんだよ、若いやろ、まだね。そうですね、三つ下でしたか、はい、芸歴は。いやもう多いんです、面白い人が。さあそして、え、あ、先生に、先生に質問来たんですよ。理科のこと私分かんないですよ、もう大阪出てきた時にあの理科の知識道頓堀に捨てましたからほんまに、ほんまに、ほんとエセ、いやめっちゃエセですよ、もう何にも教えられないですよ。この前阪神優勝した時に道頓堀入った人ちょっと理科の知識入ってます、入ってます、グッと水飲んで毛穴が入って、毛穴が入ったそうです、そうです。なんかお前すぐ試験管とかで例えるなみたいな。そう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 、から変わってると思う。もし行けたらね、はい、先生お願いします。大阪府ラジオネーム、私の傘だけありません。山里さん、ますみさん、竹内先生、こんばんは。こんばんは。先生、はい、試験管から薬品の匂いを嗅ぐとき注意することは何ですか？試してきてるやん鼻で直に嗅がないことです。危な、危な、危な、試してきてるやん、試してきるやんそうですよ、この手でね、あ、並びましたでしょ、なあった、そういえば、ね、あれ危ないんですよね、直接やると。そうなんですよ。じゃあ試す質問をやめてや、ほんまに。東京都ラジオネーム、ノルウェーは竹内先生、はい、質問です。はい、理科室あるあるを教えてください。
理科室あるあるはでも正直もう1個目はありますよね。まあまあね、みんな一緒に読みたいね。ね、水道の何のそれね、何のそれ、もう言うまでもないんです、水道の勢いの何のそれ、その向こう側ね、向こう側、理科室ですよね。理科室です、はい。理科室はあれですね、机が燃えないあ、先生、はい、そうなんですかね。あれやっぱこのガスバーナーとか倒れるときあるんで、はい、うんうんうん、ボーッとはならないですね、すぐに。あの机って、あ、そういう風に作られてんだ。熱に強くはなってますよね。確かに分厚い、なんか真っ黒いさ、はい、板でも、板っていうかなんか硬かったもんね、なんかね。そう、なんか一枚塗ってある感じありますね、はい、うん、あと椅子の背もたれがないとかね。ああ、なんで、あれはだからその事故が起こったときにすぐ逃げれるようにです。はあ、多分ね。なるほど、そう聞いた気がします。先生、事故が起きる前提で設計してんの。もちろんもちろんもちろん、何があるか分からないよね。何かが起こるっていう爆発とか。そうですそうです、なるほどね。液体も使用しますので、はあ、うん、神戸市ラジオネームテレテレボ、え、まだあるんですかはい、あ、ミスターチルドレン、はい、印の歌詞に、はいはい、ダーリンダーリン、いろんな角度から君を見てきた、はい、という一節がありますが、はい、この角度って求めることはできますか。ちょっとちょっと鋭角な質問ですね。角度だけによちょっと座布団もらっていい。座布団もあるんですか、あるか、番組すごいですね。うちいなかった TBS だから日テレだったら、日テレだったら持ってくるんだよ、赤いのが。そう、角度求めることができますかという質問なんですけど、はい、まずそういろんな角度って言ってるんでね、その先生そうか、一方向じゃないですからね。あ、そういうことですね。そうです、一つじゃない、求めることできないですね。そうです、しかもこのダーリンっていうのは飼ってたお猿ちゃんのことなんですよ。お猿飼ってたの。お猿飼ってたんですよ、桜井さんが。で、その猿がまあ、亡くなってしまって飼ってたけど、うん、でその時にこう書かれた曲だというおっしゃってました。あ、そうなんだよ、ちょっと恋愛のね、歌かと勝手ながら思ってなかった。いろんな角度からお猿ちゃんを見て、もんちゃんやったかな、もんちゃん名前も言って、これは大ファンだ、はい、これ大ファンです。これはさすがですね、リカとミスチルが今融合した瞬間、すごいわ。ありがとうございます、ちょっと嬉しい、すごいお便りけど、 あれ相談ですか。 あれ相談が来てるんですか。上野さんも今日来てるかな。上野さん、あ、皆さんこんばんは。あ、オードリー・ヘップバーンです。オードリー・ヘップバーンだった、来ました。はっきり言った、はっきり言ってオードリー・ヘップバーンっていうのはどういうことなんですか。オードリー・ヘップバーンです。深夜にありがとうございます。すいません、遅い時間なんですか。足立区ラジオの天狗リオさんから、上野さん、はい、恋って落ちるものですか、するものですか。落ちるものかするもの、はい、ああ、まあ恋っていうのはね、まあ捧げるものですね。ああ、その二択じゃない、捧げるものですか。も捧げるものです。ありがとうございます。なんかいい曲流れたら一曲歌いましょうか。すいません。すいません。CM で一曲なんですかね。ありがとうございます先生。ありがとうございます。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。京都府。ラジオネーム神岡ペンスケ。ここまでのあらすじ。バタバタしてゲストのオファーを間違えてしまった不毛な議論。天才ピアニストではなく凡人カスタネットが来ました。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。さあ、TV スタジオからお送りしてます。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。ゲストはこの方々です。天才ピアニスト、竹内です。マスミです。お願いします。お願いします。お願いします。質問がすごいのよ、二人。あ、そう、来てます。来てます。嬉しいです。ありがとうございます。兵庫県、ラジオネーム、昼晴れの時計台。どうした、怒ってんの竹内ちゃん。いやいや、怒ってないです。ペン叩きつけたけど怒ってんのすいません、すいません。落ち着いてね。ペン落としました。ごめんなさい。さあ、天才ピアニストのお二人に質問です。はい、シンプルに、お二人が結成したきっかけを教えてください。あ、きっかけはもともと別に NSC の同期で仲良かったんですけど、はい、はい、なんかお互いツッコミやってたので、うん、そうだった、全然別のコンビを組んでたんですよ、うん、で本当解散お互いしまくってまして、うん、マスミさんか私竹内が4回しまして、うん、でもその解散した状態のまま卒業してしまいまして、はい、うわー、じゃあ卒業公演とかも、じゃあ卒業公演はギリギリまだコンビ組んでて、あ、なるほどね、受け出てその直後に、はい、はい、はい、
それでその後に、まあ、普通に家が近かったので、うん、飲んでまして、マスミの家で飲んでまして、うん、で、その時に私が、まあ、書いてるノート、ネタ帳みたいなのを持ってて、うん、で、まあ、こんなん書いてるねみたいな、うん、で、見せて、で、マスミと一回、なんか、その時ほんまにお酒飲んでるノリで合わせてみて、うん、楽しかったんですよ、それが。うん、で、一回じゃあやってみるか、みたいな。うんぐらいの感じです最初は。そっから長いじゃない、もう今組んでどれぐらいですか。そう、8年、丸8年経ちました。ね、揉めることとかあるんですか。ない。まあ小揉めはあります。その大揉めはないんですけど、うん、1回もやっぱりそのますみさん、まあ楽屋でのおなら問題とかですかね、うん、そんなんね、生理的な問題ですからそこはね、いや生理的な問題ですし、こくことに怒ってるんじゃないですよ、うん、こういった後の態度がおかしくって。何、そのなんかますみさんはね、あのおならをこいった時に、うん、あんまりその手応えがないんですって。手応え？こういった、今出た実感が、肛門が脳に伝達してくれないんですよね今出てるよって教えてくれないんだ。電話ないんですよ、はい、勝手にやってるの。勝手にやってるんですよ勝手にやってるらしくてほんでまあ2人でおるときに、うん、くさってなったら、うん、まあ私自分こいてないんで、うん、マスミちゃんこいたって聞くんですけど、うん、マスミちゃんは脳の方にそのこいたっていう情報が来てないんですね。まだ連絡来てないですから、うん、だからなんかいつもじゃあ臭いんやったら私かもなみたいな態度なんですよいや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 っていう、こっちからしたら、ね、ごめんじゃん普通はね。そうごめんごめんとか、うん、何でもいいのに、そのこういったんやったらじゃあまあ私なんかな、私しようかな、うん、なんかちょっと上取られてる感じね、なんかそうなんか、いやあなたの可能性もあるけど私が全部受け入れるわみたいな、ね、そうなんですよ、うん、こっちはこういてないんだからもう、うん、消去法でね、うん、一択なんですけど、なんかうん、それは態度が悪い。今もずっとさ、はい、肘置きながら、うん、ね、言わせてあげるよっていうテンション。そうなんですよ。なんか譲ってるテンション。ね、そういう時に、え、その感じなんなんみたいな、はい、揉め事とかは。あ、でもそれが揉め、いや、仲いいね、そしたら。もうなんか竹内さんもそのネタ書きでストイックとかも言われますし、で、なんかもう自分に結構厳しいタイプで、最近全然太ってないのに、筋トレとか始めてて。なんでちょっとやろう思って、こう1月からやってるんですけどね、うん、ほんまちょっとした隙間でも腹筋したり、はい、もうストレッチしたりずっとして。それはでもあれですよ、そのちょっとワンリキーって、ワンリキー、ポケモンの、あ、ワンリキーね、はい、ポケモンのワンリキーみたいになったらおもろいかっていうなんか思いついてあれ結構ワンリキムッキムキだよワンリキーって、はい、ムッキムキなんですけど、うん、女芸人がワンリキーみたいな仕上がりとちょっとおもろいかってなってきますし。かあ、そうね、はい、だから、カイリキからワンリキか。はい、あ、ワンリキだったっけ？ワンリキ、ゴーリキ、カイリキ。ワンリキ、ゴーリキ、あ、そう。カイリキ、腕めっちゃあんじゃん。いや、そうですね。カイリキはやばいです、うん。ワンリキぐらいの、うん、まあ、あの、ちょっとこう、線入ってる。初期か、うん、ちょっとね、腹筋入ってて、可愛い。顔もまだ可愛いですよ、うん。頭になんか中華包丁みたいな刺さってる感じの。はいはいはい、3本ぐらいの。うん、もね。じゃあもう頭を反り上げて、いやいや、まあまあワンリキブルーに塗っていただいて、ブルー塗ってまあまあでもその仕上がったらさすがにちょっとやります。一回ワンリキやる、一回ワンリキやってっていうのを私が痩せたい痩せたいって言ってるからほんなら真澄ちゃんも一緒に筋トレしたらいいやんって言うんですけど、竹内、うん、さん基礎体力も私よりめっちゃあるし、うん、細いからもともと腹筋しっかりできるんですよ、うん、で私も全然腹筋も2回ぐらいしかできないですし、うん、あら全然こう筋トレできへんから、はい、もう落ち込んで落ち込んで。あ、それやっぱちょっと強要しておいてほしいと。うん。でも、だから私が腹筋してるだけやのに、うん、その結構嫌なこと言ってくるんですよ。何を？自分だけ痩せて楽しいか。またそうやって。私だけ太らしてな。優越感に浸るんやな。おめでとう、おせんべい食ってみたいな。ここで。何してんの？そうよったよね。はい。筋トレメンヘラなんですよ。メンヘラですわ。はい。楽屋で。よかった、でも楽しそうでよかったよかった。まあ楽しくはあります、ね。はい。楽しいですね。はい。こちら。これはさっき聞いたかな、うんうんうん、いや、ショーレースの次の目標ね、ウニ丼のやつをやっぱ聞きたいな、はい、あ、今年の目標、うわ、今年、ワンリキ以外ですよねワンリキ以外私年末にはワンリキになろうと思ってるんで、あ、じゃあ今年1年かけて、はい、結構だね。そうですね、私はまあその1個コンビとしての目標はショーレース、うん、大きなまた優勝するっていう目標なんですけど、はい、ちょっと読書をしたいっていうのが目標でいや、あの夏休み前に子供に質問してんじゃねえか、はい、もう私ね、竹内さんこれもね、またあれなんですけど、もう読書マウントがあるんですよ。読書マウントないですよ。なんかそんな
東野圭吾のこれがみたいなんとか、東野圭吾さん、先輩にその本をきっかけで仲良くなろうとしに行ったりとか、これ読んだことありますか、そんなやらしい方全然出や、もうこれ読みますかみたいな感じで、そんなんめっちゃ憧れるし、はい、でこう読書家ならではのなんか、いやもうそうどういう意味みたいな言い回しとか、言葉とかも知ってるんだいっぱい、はい、そういうのがもう腹立ってて、腹立って腹いせにやってんの、腹いせで読書読もうと思って難しくないそのモチベーションだったら、私だってこう読書をするなよと、はい、あ、読書してこうマウント取っていきたいな、ちょっと今じゃなんか読み始めてんの、竹内さんにコンビニ人間、うん、あ私ね、てか、はい、マウントとかじゃなくて一緒に読んでくれたら嬉しいなと思って、うん、本を買ってもう渡したんですよ、はい、コンビニ人間とあと星新一さんのショートショート、ね、めっちゃ読みやすいです、はい、めっちゃ面白い、でそれを渡したんですけど、なんか、ちょっと今一旦炊飯器の上に置いてます。一旦。一旦。蒸気当てる。ちょっと蒸らそうとしてんだ。一旦ちょっと蒸らし。ふっくらさせてどないするの。でもなんかそう、やらしいところが、それを読んだからって、その人気すぎる本やから、マウント取られへんでって。まあまあ、でも、一体読むことが大事じゃないですか。ね、本って、面白いなって思うには、はい、今の紹介したやつ二つもね。絶対いいですよね。欲しいんじゃなくてまさに、一番読みやすいからね、なんかもうそうやってその作品名じゃなくって作家名でこうやり取りするのとかもなんかもう嫌なんですよねそれはしゃーないってそういうもんだからね、そういうものやから、それをやりにかかりたいんで今年は読書をでもそれだってさ、竹内ちゃんからおすすめされてるやつだけどさ、はい、だってもう絶対それもおすすめされてるやつ読んでる時点でマウント負けるじゃない、うわあそうか、まあ、それはそうですよ、でもその星新一さんのやつは読んでないやつなんですよ、うん、え、私が、あ、なるほどね、はい、だからむしろ読んで感想を聞いたりとか、はい、そうなんですよ、あ、ここ面白かったから読んだ方がいいよって言う、マウントの余地を与えてるんだ、はい、それなんでふっくらさせてんの、蒸気当ててる場合やないのよ、あなたさ、教えたろ、ほな読んで、そう想像してくださいよ、それはそれでいいんですよ、もう本当にネタ作る人間としてはちゃんとね、あ、ここに伏線があってとかね、はい、面白いですよね、ここはこういうことでどんでん返しなんだって勉強になる、ワードセンスであったり、うん、なんか言葉出てけへん時とかも、あ、本読んでへんからやと思うんですよね読んだらいいじゃんへそ曲げてるのね、さっきもなんか私だけ太らせてってせんべい食べてないで、はい、やったらいいじゃんってだけやっちゃ思うんじゃないそうなんですよ、こっちはベスト尽くしてるんですけどね、ちなみにそんなね本好きの、ね、うん、はい、その竹内ちゃんが、はい、いやこれは面白いよって、これは面白い、でもやっぱりコンビニ人間私結構上位、そうね面白いねあれでしたね、うん、あとねそのますみちゃんにこの序盤で読んでほしいのはルビンの壺が割れたっていう、それ誰なの、作家さん忘れました、あ、でもその作品なんね、はい、面白いんだ、でもそれはもう普通にすごくさーっと読める作品なんですけど、あ、なんかこう、DM みたいなこうやり取りで、あ、じゃあ最近のやつだ、話が進んでいくという、うん、でそのちゃんとルビンの壺ってあのこう見え方がこう、うん、壺に見えたり人の横に、はい、によってね、みたいなのもちゃんとこうタイトルとかかってて、へーっていう、なるほど、はい、そっか、見え方によって、うん、この事件って全然違うように見えてるよの、はい、そうです、そのやり取りが、うん、あ、こういうやり取りじゃなかったみたいな、なるほどね、はい、あとでこうそれが分かった瞬間に判定を受けるやつどんでん返しで、そうなんですよ、読まへんやんやばいなしにね、それとかもう次々あるんですよ、これの次、これ読んでほしい、これ読んでほしい、これ読んでほしいっていう、絶対読まないやばい、こういう説明とかもあんまりピンとけえへんのも本読んでへんからやなと思って、あ、まずはつらいな、負のループやでな、読書メンヘラでもありますややこしい全部地雷たくさんあるじゃん、じゃあ次試合負けた竹内ちゃんの目標ね、ありがとうございます、さあちょっと竹内ちゃんの目標を、うん、今年のまあね、はい、コンビではまあほら M1 とかキングオブコントとかいろいろ賞レースたくさんある、はい、しかし読書マウントを取り返すがマスミ、はい、ね、竹内ちゃんは私はまあ先ほどねその人間関係というかコミュニケーションを得意と言ったんですけど、うん、はい、後輩を誘うのがすごく苦手でして、うん、あら、そこをねなんとか克服したいなと思ってるんですよね、あ、じゃあ基本は飲みに行くとき、お二人ともお酒好きじゃない、はい、その中で飲みに行くときは大体先輩なんだ、先輩、小島ラテさんか同期のもう一丁トンペイか、はい、どっち、はい、すいません本当、はい、お母さん俺たち勉強不足だな、ね、うん、小島ラテさんは先覚えておかないです、はい、小島ラテさん、もう一方は同期やったらもう一丁トンペイです、もう一丁トンペイ、もう一丁びっくりマークトンペイです、いや、それはもう一丁トンペイです、それね、びっくりマークがないから俺がキョトンとしてるわけじゃないの、 あれねってなんだよね、びっくりマーク出てきた、そこで思い出さないですか、そこで、ね、あ、びっくりマーク言ってよってなんだよ、
かったね。もういちょっとんぺ。ふみっていうコンビがいるんですけど、なんていうコンビ？ふみという、うん、カタカナでふみっていう、うん、大阪 の、 あのコンビ同期なんですけど、うん、もういちょとんぺっていう子がいまして、うんうん、相方が吉永モーリシャスって言うんですけども吉永モーリシャスは全部吉永漢字、吉永漢字でモーリシャスはひらがなです。ひらがな、はい、あ、カタカナっぽいのにね。モーリシャスっぽいですよね。この会話いらない。そうですね、うん、まあ、そぐらいなんだ、ぐらいで、なかなかちょっと後輩って結構気を使う。でもだって8年目でしょ、はい、後輩って言ってもとは、じゃあこの後輩と行きたいとかっていう人、はい、頭の中あったりするの？この後輩と行きたいが正直なんか、だから竹内さんはその飲み会行くときにこの身になる話ができなければ嫌だっていうタイプなんですよ。いや、もう一丁トンペってみんなの話もう一丁トンペ身になる話できるんですよ。裏腹にどんな話すんのよ。本当にそのネタのこととかを話したいんですよね。もう一丁トンペ、お笑いのこととかネタのことを話せない相手であれば飲み会行きたくないっていう。うわ、ちょっと本当ストイック激アツやない。でもこれはそうなんですよね、狭めてるなとは思うんですけど、うん、帰ってから楽しかったなだけやったらちょっとなんか私の中でもやもやしてしまう。時間をちょっとね、ただ使っただけじゃないかなってなってしまう。だから、主に先輩を誘ってしまうんですよね。なるほど。先輩でこういう話を聞きたいなとかっていう質問して終わりじゃないですか。小島らってなんか教えてくれるの？小島らってはね、いや、美味しんぼの話しかせえへんよ。いや、美味しんぼの話、古畑任三郎の話もするんですよ。あ、でもそれはそっか、知識としてやることができるのか。うん、とかですね。まあ、その好きなものの話ももちろんするんですけど、うん、そうなんですよね。だからなかなか後輩、で後輩と行った時にそういう話ばっかりするのもかわいそうかなとか、うん、確かにね、そのお笑いの話でね、聞かれたらいいけど、はい、こっちから先に、はい、なんかこうこれってどう思うとか、うん、じゃあこのお題で面白いこと言ってみようかってなると、もうね、相当しんどいじゃん。そうなんですよ、先輩がやりだしたらもうその話するしかないですもんね。そう、でも大悟さんと言うけど、大悟さん別にそんなされないもんな、あんまりお笑いの、まあ、急になんかこうね、設定ないってとかあったりするけど、ああ、なるほどなるほど。俺がこれじゃあ今度情報番組行ったらどうなるみたいな話になった時に、それをニコッとしたりとかするけど、はい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 。でもまあ大悟さんもでもためになる話いっぱいしてくれるしな。そうですよね。だからなんかちょっと、ね、で後輩が自分が仕事終わった後に誘うとして、うん、まあもう遅い、結構遅い時間じゃないですか。はいはい、うわ今から出てくるの嫌かなとか、もうそういろんなこと考えてしまって、結局このいろんな連絡先に打っては、うん、いや、やめとこ、単独前やとか、うん、で売っては、あ、この子あれか、またちょっと今いきなり2人で誘ったら怖いかとか、うん、なんかいろんなこと考えてもうやめちゃってるんですよね。じゃあもうここしかないかって言って連絡するのが、はい、もう一度トンペ。もう一度トンペはね、何時でも来てくれるし、明日も絶対に遅いんですよ。じゃあもうもう一度トンペは、もう今なんかもはやミルクボーイみたいな感じ。もう一度トンペはいつでも来てくれ。でも、もうね、聞き上手やし、喋って、ね、え、そうなんですよ。でも、どうやって後輩誘う？いや、俺もそんなに得意じゃないから、決まった後輩としか聞いてなくて、はい、まあ、GAG の宮戸とか、はい、あとは、まあ、R 藤本、うんうん、で、あとは、ゴッホを迎えてね、広島のこと、はい、と、ペンギンズのこと、でも、あと、アスワカも、どうやってなんだろう、向こうが慕ってくれて、行くって言ってくれたら行くっていう、なんか、こっちから言ってくれることもありますか？あるある、行きません、山里さん。あ、いや、もうでも それはないかな、やっぱ最近、うん、まあまあ、お忙しい、こっちから声かけないとっていうね、うん、なるほど、難しい。俺も本当にそれはやりたいんだけど、はい、ほら、なんかさ、時間奪ってる感じがあるじゃん。そうなんですよ、先輩が後輩呼ぶと。そうなんですよ、そこなんですよ、やっぱ気になる、ね、自分が時間奪えるの嫌いやから。そう、あ、なるほど、ね、人の時間を奪うことにすごく抵抗があるんですよ。そうなの、うんうん、だからそしたらいい時間にしてあげないと。だから飯をおごってやってるなんて思ったこと一回もないよね、はい、後輩は。そう、本当に時間を買ってるというか、うん、まあそうかもしれないです。お金払ってるってそこにかもしれないですね。じゃないとって思っちゃうのよ。だからもうそのさっきみたいに、はい、あ、今呼ぶのあれかなとかなっちゃうもん。はい。で、かといって、なんかみんなと仲いい後輩は違うとかね。あー、うわー、あるんですよ。あ、まあね。この子も人気者だから。うん、せやな、それ取り合いみたいになるのも嫌や。そう、そうなの、うん。私はもうそんなネタの話とか、お笑いの話特にしないんですよ、飲み会で。うんうん、で、後輩誘って、好きな食べ物聞かれたら、なんていうのが正解やと思う？めっちゃ良質な飲み会してるんですよ、松宮は。楽しいね、それは。それで盛り上がったりとか。それ鳥を焼きながらとかですよ、七輪で。七輪で鳥を焼きながらその話して。そう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 、夢のような時間じゃん。誰ももうプレッシャーないしね。うん、1位、シューマイって出ました。変やって。あ、シューマイかね。そこでなんかでも大喜利的なこと言ったらダメだろ、なんか。いや、もう大喜利的なことじゃないです。もうガチで。
ガチで一番、はい、いやもうお寿司やったらベタよなみたいな、高いところとかもあるしみたいな、シューマイだったら別に、シューマイか、はあ、餃子じゃなくてね本当に議論したいな、そう、はあ、家帰ったら忘れるような感じだもんねちょうどね、身にならない、何にも覚えてない、でもそれは楽しいんかなとかも思うんですよね、あ、じゃあ先輩はだから大体がいいんです、勤務、田淵さんとかは東京の先輩だと、田淵さんはだからもうお笑いの話をするタイプ、ね、はい、そうです、だから熱い話してっていうのが楽しいですね、私はね、別に全然関係ない話でも楽しいは楽しいんですけどね、そうね、全然、そうそう、これを言うことによってやっぱ狭まるんでね、そのお笑いの話したいだとか、うん、でもそれしたい後輩がいいんじゃない、教わりたい、いてくる、だからほんまに理想はやっぱり竹内さん行きましょうよって言ってくれる後輩がいい、もう絶対安心じゃないですか、そう、そうやな、向こうから言ってくれてるからね、そうなんですよ、でお笑い話しても、はい、聞いてくれるし、聞いてくれるし、確かにな、説教っぽくなのやだしね、お笑いの話って、絶対嫌ですね、それは、それだけは、私聞きますよ飲みに行こうか、行こうか、じゃ本当に結局真澄、うん、と行くこともめっちゃ多いんですよ、はい、時間帯も合うし、仕事終わりの時間が一緒だから、ね、で笑い話して、笑い話して全然2人で、あと悪口言ったりとかね、あら、はい、盛り上がっちゃうね、盛り上がっちゃう、盛り上がるね、悪口、分かる分かる、あーもうまた今日のデリクターさん AD さんにきつい当たりしてたなそう見ててね、あの人は私らには優しいけど、もうそんな嫌やわーってあるじゃないですか、いろいろね、素敵だね、それいいじゃん、うちのコンビそれって、うちの相方は俺はそれ悪口ね、はい、ちょっとこれのどうなのって言い過ぎたら、うん、俺のいる側だけジンマシン出たんだよ、あの子分けれるんですかね、ジンマシン、俺が言うから体が守ろうとしてる皮膚科の人が言ったらしいです、あの、漆に合いましたね、あの漆に擦りつけたぐらい荒れてますけど、ね、かぶれて半身だけ、なんかありますって言ったら、ああ相方ですって言って、ああちょっと距離取った方がいいですねしっかり反応出てる、大嫌いなんて人の悪口あったもん、そうよ、ちょっとじゃあ目標ね、じゃあ頑張って、じゃあ竹内ちゃん、はい頑張ります、これもしね聞いてる、ね、後輩さんとかもしたら、はい、声かけてください、だってほら憧れてたらさ、だって今日聞いてるじゃん、うん、天日が出るんだっつって、ああ、はい、それ嬉しいですね、ちょっと吉本でもどこでもね、え、うん、もちろん注目の人いないの、この子飲んでみたいな、この子飲んでみたいな、後輩で、いやでもまあ別にご飯行ったことあるんですけど、うん、米田とかは誠ちゃんは2人きりで行ったことない、まあいつも大体4人で行くんですよ、うん、コンビ、コンビ4人でユニバ行ったりするんですよ、はい、仲いいそうなんですよ、楽しそう、はい、そう、誠ちゃんとかを1回そのやっぱ4人でおったらもう普通に楽しく喋るから、うん、二人でがっつり喋ってみたいなっていうのも、確かにね、あそこブレーンだもんね、はい、でどんな発想であれが出てくるのかとか、そう全然違うと思うんでね、はあ、はい、ユニットなんかやったりとかすることないの、二組で やってます、あやってるんだ、はい、すごい、いろんなところでやってます、はい、さあこちら、愛知県ラジオネーム西本素敵、上沼相談員に相談があります、お来た、えあそんな一瞬でね来てくださいんですか右足の中指が巻き爪なのですが、はい、直すにはどうしたらいいでしょうか、右足の中指巻き爪ああもうそんなん間になかんぴょうかなんかかましておいてくださいえかんぴょうでいけるんですか、かんぴょうかまして上でグッと結んで反り上がらせておいてもあ強制器具としてかんぴょうが優しいですもんね、それ終わった後も終わった後も甘がろう炊いてね、甘がろう甘がろう炊いて、ね、あもう自分の足の爪ですから、はいね、自分で責任持ってしっかり甘がろう炊いて呼ばれてください、甘がろう甘がらくてなく甘がろう、甘がろう東京都ラジオネームランニング大好きさん、上沼恵美子さんへ相談です、何ですか、僕は来週のバレンタインデーにチョコレートが欲しいのですが、はい、どのようにすればもらえる確率を高められるでしょうか、あどのようにして今から間に合う方法でですね、まあ言ってもあと1週間切ってますよ、切ってますよ、うん、ああもうそうですね、もういいそうめん送っといてくださいあえ先にえもうねチョコレートもらいたいでしょ、はい、まあ、そんなんね何ギブアンドテイクなんですよ、はっきり言ってね、先にもらうことばっかり簡単考えたらあかん、木箱に入ったおそうめん送っといてくださいけど、本当にやつですよそれは、ヒノキです、ヒノキで、はい、一束だけピンクの入ってるあるけどあるけどそれ嬉しいけど、梅の味せえへんね、ねえせえへん、梅味とは書いてるけどね、それあ梅って書いてるの、あれ梅味とは書いてるんですけどね、しないですね、味海だね、東北に酸味なしですよね、さあラジオネーム猫背ファミリー、はい、上野さんにお聞きしたいです、はい、
僕は春から一人暮らしをするのですが、うんうん、安くて手軽にできる料理は何かありますか？あ、これは安くて手軽にできるの、うん、おそうめんですかね。もうおそうめんも大変ですよ。もうあ、まあ、おそうめん自体ほんま大変ですよね。うん、もうネギ刻んで生姜すったら、ね、もう冷蔵庫からそうめんつゆ出して氷入れて、手間かかる料理ですから。すいません、意外と今日そうめんでいいやなんて言ってダメですね。あ、そうです、そうめんがいい。あ、すいません。さあ TBS ラジオからお送りしてます、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論、ゲストはこの2人です。天才ピアニスト竹内です。あすみです。ありがとうございます。あっという間エンディングなのよ。わー、早いですね。お知らせちょうだい。こんだけ面白い時間くれたんですから、もうお知らせ十分してってちょうだ い。ありがとうございます。ちょっともう明日なんですけど、明日というか今日か、はい、もう日付がありまして、2月8日の木曜日19時からですね、神保町吉本花月にて、うん、ハイパーテンションズという、うん、ユニットライブがあるんですけど、うん、我々天才ピアニストと、オフローズと、はい、そして皆さん大好きフミ、あ、もう一丁トンペ、はい、明日皆さんもう一丁トンペ、もう一丁トンペが、大阪からもう一丁トンペが来ます。来るの明日、はいはい、いや東京だと見る機会難しいかなと思った皆さん、もう一丁トンペが明日神保町来ます。、はい、しかももう残り一番後ろの列しか残ってないです。そうなんですよ、もうお席残りちょっとだけ残ってるので、いやそれこそもう一丁ですよ、はい、もう一丁今もう一丁状態なんですよ。もう一丁状態だ今、はい、完全にそうなんですよ。当日券もご覧いただきますし、はい、あ、配信もあるんだ。はい、あります。もう一回ライブの名前は、はい、ハイパーテンションズということでございまして、神保町花月で調べれば配信もいけると、はい、はいはい、ネタいっぱいあります。各コンビ3本ずつと、はい、ユニットコントもございますので、はい、トンペも3本本たっぷり楽しんでいただけるかと思います。あ、小島ラテは来ない。小島ラテさん、すいません、今回来ないです、ごめんなさい。またちょっとそれはね、またそう、東京に。小島新手さん、ちょっと3月にはい、お食事系のイベントをザザハウスの方で。お食事系のイベント、はい、お食事系のイベント、はい、はい、味の未来っていうお食事系のイベントが、はい、すいません、はい、タイトルを聞いたんですけど、はい、お食事系のイベントって何ですか？なんか小島新手さん、はい、お食事大好きで、お食事大好きってなんかちょっとアホみたいですけど。お食事好きなんはみんなそうやもんね。お食事好きで。お食事好きで、まあ、私らもお食事好きなんで、はい、ちょっとお食事について語り合おうということで、もうなんかこれ食べるときこのトッピングうまいよなとか、もうそういう楽しいだけの未来の創作料理を考えたりとか、はい、あ、なるほど、お食事大好きイベント、はい、あ、ぜひちょっとそれはザザの方で、はい、楽しみにさせてもらいます。あとないですか？あ、いいですか？もう全部言ってください。2月の12日月曜日の17時半からですね、仙台の方で、はい、おしゃべり名人という我々大阪でやってるトークライブがあるんですけど、はい、それを初めて仙台で開催させていただこうと思っておりまして、はい、ゲストアインシュタインさんということで、はい、2組でいっぱい喋ろうかなと思っております。場所どちら？はい、仙台市戦災復興記念館というところでございまして、はい、すごい大きいホールなんで、うん、ちょっとまだまだお席ございますので。あら、いいじゃない。よろしく。はい、もう一回日付は？はい、2月12日の月曜日でございます。17時30分からです。これもトークってこと？トークです。トークだけです。コンビのトークとアインシュタインさんを踏まえて、はい、4人でのトークと。あら。はい。その3日後、道頓堀ザザハウスでおしゃべり名人がまたあります。はい、大阪バージョンが。大阪バージョンがあります。なるほど。はい。はい。そこまたガラッと変わってくるのね、場所によって。そうです。そうです。しかも、初の仙台ってことは、はい、結構もう、なんていうんだろう、もう、主力のというか、自分の中でも、はい、そうですね。これは聞いてほしいって、あるもんね、トークでも。はい、ありますね。っていうの。はい。言ったら、もう、おしゃべり名人のベスト版みたいなのが味わえるのが、はい、仙台と捉えてもよろしいですか？よろしいです。ありがとうございます。力を入れております。ありがとうございます。皆さん、はい、はい、お願いします。あと大丈夫ですか？どうするかと、毎月やってる単独ライブもね。あ、単独ライブありがとうございます。2月18日だったかな、うん、まあ、お席は完売もしているので、すごい。配信は、はい、配信あります。配信ございます。2月18日の19時30分開演でございますね、はい、これは1時間、1時間ネタ、新ネタ6本で、はい、ゲストミキさん、はい、あら、ネタ2本してくださいます。すごい、コーナーもございますので、新ネタ6本と、はい、ネタ2本、はい、で60分、はい、もうネタだけでギュンギュンじゃない？もうネタだけでギュンギュン、結構ギュンギュンですね。すごいな、はい、ギュンギュンライブです。ギュンギュンライブ、はい、いいネタできたんですか竹内ちゃん？あ、ちょっとこれまだ1週間前から撮ってみます、はい、まだ今白紙の状態と。なるほど、はい、まだ種の状態ですね。はい、そうです、はい、種は溜まっております。あ、なるほど、じゃあこれどういう風な栄養を与えていくかと、はい、そういうことでございます。楽しみにしてください、はい、皆さん。さあ、もう時間もあれですからね。ほんまですね。来てます、竹内先生。あ、なんですか、はい、ラジオネームアルパパ。、うん、竹内先生、うん、理科に出てくる単語で、はい、一番好きな単語は何ですか？僕はリービッヒ冷却器です。いいけど。いいけど、先生。いいけどな。そのツッコミ分かんないの、分からへん。リービッヒ冷却器相当いいけど。どういうやつなの？どういうや
やつって口で説明するの難しいですね。知ってる人ってそうなんだよ。だからリービヒ冷却器はリービヒ冷却器でしかないから、くっそー悔しいけど迷ってよこれが。私は情報置換法。ああ、よくない？なんか分かんの？あ、分かります。下方置換法とかありますもんね、はい、へ、水上置換法とね、はあはあ、なんかサイフォンみたいなことですよね。はい、気体をとかを食べるときに、はい、コポ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 やってなんかできるよね。そうです、そうです。あ、情報置換法が好きですね。なんか音いいでしょ、置換法って。あ、確かに音がいい、耳で響きが。はい、小持ちしゃもちさんから言ってます。フレミングとフラミンゴ似てますけど、なんか関係があるんですか？ないでしょ。え、ないですよね。新しい林さんみたいにそんな風に。ないでしょ。ギリギリ不安になるぐらい似てますよね。なんかフレミングってだって人でしょ。そうそうそう、電磁力のね、あれつですね。でもまあ、この中指を下につけたらフレミンゴ。ちょっと待って、間違えた。混ざりましたね、今ね。混ざりました、ごめんなさい。しっかり眠みが出てるやん。フレミンゴ。フレミンゴやなしに。もう3時前だからね。キャンセルします。行きませんよ。キャンセルしときます。ラジオネーム、チンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。お、以前、銀シャリのうなぎさんが、はい、地球をフリスクの大きさだとしたら、うん、風俗嬢の乳首は木製だとおっしゃってましたが、先生、合ってますか？え、あの大きさの比率ってことですか？はい。風俗嬢によるやろと言わせてた。その方がね、ですよね、主張のある感じだったりとかしたら、まあ、分かんないでしょ、それは、やっぱり人それぞれ、あの人がね、それぞれ違うということになりました、はい、ただ、うなぎさんは宇宙に相当詳しいんで、ある程度その、うなぎさんがどの風俗場の方を思い浮かべてるかによっては、うん、非常に正確な数値かもしれません。うなぎさん、その2つの情報がやっぱ精通してますね。そういうこと、あ、はい、そういうことか、なんか大丈夫、宇宙についても2人でよう喋ってるんですよ。うなぎと、いや、うなぎさんがなんか素粒子ってなんだみたいな、そのなんか結構最近本読んで勉強されてるらしいんですよ。もう私全然わかんないです、詳しいです、めっちゃ。そうなんだ、いや、うなぎそうなんだよね、意外とそういうの超インテリジェンス、かっこいいよね、はい、それじゃ。そうなんですよ、はい、あ、竹内先生、質問が止まりません。何でしょうか。ラジオネームアルパパ、はい、地上最大の動物ゾウと海中最大の動物クジラとミスチル桜井さんが戦ったら誰が勝ちますか？桜井さんですね。早っ、続投。いや、歌ったら座りよるやろ、もう。ゾウもクジラも座りよる。クジラも歌ったらね、ちょっと座るんですよ。ちょっとクジラの座るという概念分かりません。クジラの座るという概念分かりませんけれども。うん。うん、ちょっとこう、うん、海中のなんか岩とかに、ぴょんと。そうですね。マーメイド風に。リトルマーメイドね、あの感じで。あの横座りでね。でもゾウとクジラ座らせようと思ったら、桜井さん何歌ったらいいんですか？そうですね。やっぱりクルミを一旦。クルミを一旦聞かして。あ、なるほど。なるほど。はい。あんま激しくいかないですね。くるみで座らせる。はい。座り寄る。ですね。ラジオネームフランシスコ・ザ・ビール、竹内先生の理科の質問ですが、はい。デンジロー先生が暴走するのはなぜですか？なんだ。デンジロー先生ってそんな暴走しますっけ？するのよ。あ、そうでしたっけ？むちゃくちゃやんちゃだから。あ、そうですか。やっぱり、あの箱が良くない。よくないですよね。デンジロー放送ね。はい。ボフだ、空気砲ね。あれの前で結構やっぱみんな荒ぶってしまいません、あれ。あれ連打してしまいません？そう。ね。煙バンバン出してるばっか。はい。だからデンジロー先生が割れてるか、あの箱がやっぱり人々。空気砲の箱が悪い、はい。興奮させてしまうのではないですか。なるほど。しとく。うん。箱を取り上げる。うん。これはもう解決策できました。ありがとうございます。あ、いや、とんでもないです。さあ、ということでまして、はい、あ、今日感想が来てます。ありがとうございます。ラジオネームハウススタジオ、天才ピアニストのお二人のお話、とても面白かったです。嬉しい。ございます。竹内先生、はい、上沼さん、はい、我々リスナーのたくさんの悩みを解決してくださり、ありがとうございました。ありがとうございます。いつか竹内さんが桜井さんに会えることを心から願っています。いい人はいるわ、これ嬉しいわ。いかがでした？もう残すところだとね、数秒になりましたけど。ね、ありがとうございます。もう私も桜井さんの大ファンになりました。今回のラジオで。切るって。あ、そうですか。帰ってくるみ食べます。関係ないです。くるみという曲があるだけで。けで殻ごと。殻ごと食べる。バリバリ行くんですか。はい。さすがですね。やっぱね。新しくミスチルファン増えたということで、竹内ちゃん。そうですね。じゃあ後輩がこれを聞いて飲みに誘ってくれることを祈りましょう。誘ってください。誰でも。本当お二人今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。天才ペンスでした。